はい、どうも皆さんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2025年、合格基礎講座会計学ですね、第1回目の講義をスタートしていきたいと思います。担当はレックス2講師の高坂です。はい、ではですね、今日は1回目ということで、合格基礎ですね。はい、でちょっと、30分は使わないと思います、実際20分ぐらいかなと思ってるんですけどね、ちょっと今日1回目ということなので、講義の進め方とか、教材とかですね、等々について少し最初にお話をさせていただきたいと思います。で、まず最初、20分ぐらいですかね、ちょっとガイダンス的な話をしたいと思います。まず使う教材なんですが、基本的に2冊あれば結構です。で、1つが、合格基礎講座というこのタイトルですね、タイトルにあるいわゆる合格基礎テキストというものですね。これが1冊あります。で、もう1つ別冊として、いわゆる皆さんこうかけっておっしゃってるようなんですが、こうかけ会計学ということで、これも1冊。だから合計2冊という形になります。で、特に他に教材ありません。ですから、先生によっては例えばレジュメを配ったりとか、あるいはパワーポイント画像だとか、いろいろ使っている方いらっしゃるかもしれませんが、会計学はそういったものはありません。ですから、確認しますけども、合格基礎テキストですね、1冊。からもう1つはこうかけ会計学、こうかけって言います。こうかけ会計学、1冊ですね。で、この2冊になります。ただ、2冊なんですけれども、基本的に講義の中で、今日からスタートするこの合格基礎講座という講座の中で使っていく教材は、合格基礎のテキストだけです。ですから、こうかけ会計学と別冊であります。こうかけ会計学に関しては、どちらかというと復習用教材。またちょっとこれについてはお話をしたいと思うんですが、復習用教材だと思っていただいて、通常講義をやっている間は使いません。ですから、講義を受けるにあたっては、お持ちいただく教材は合格基礎テキスト、合格基礎のテキスト1冊だけになります。使う教材は。あとは復習用ですね。復習用ということで、いわゆるこうかけ会計学というものがあるという感じです。そんな形で講義の方はですね、教材は、準備しておいていただきたいと思います。はい、で、この会計学ですね。会計学という科目なんですけれども、ちょっと少し中身の話をしていきたいと思うんですが、実はですね、特に数年ですね、ここ数年見ていると、いわゆる、教養科目なんて言われているようですけどね、会計とか民法とか経済学。この3つを教養科目、いろんな言い方している人いるかもしれませんが、この教養試験の中で一番平均点低いんですよ、実は。で、私は、普段、ですね、レックの受講生、あるいは合格者の方ともお話をする機会があります。で、その中で、やっぱり合格者の方ですらですね、やっぱり、いかがでしたかというと、ちょっと高坂先生には直接言いにくいんですけど、やっぱ会計学はどうしても点数伸び悩んじゃいましたっていう人が多いです。もちろんできた人もいるんですけれども、やっぱり会計学が苦手だという方が多いですね。で、それはもうはっきりと平均点に、現れています。ですから、たまたまではなくて、もうここ数年の傾向でいうと、会計学は、いわゆる教養科目、教養試験、経済学だとか民法だとか会計学、この3科目の中では平均点が一番低い科目なんですね。低い科目になります。で、この傾向は多分続くんじゃないのかなっていう感じがします。で、だから皆さんの中でやっぱり合格者の方と話をしていても、やっぱりよく言われるのは、やっぱりちょっとなかなか会計学が手こずりましたと。そういう声がやっぱ結構聞きます。で、手こずる、難しいということなんでしょうけれどもね。でも試験としては出ますから、これはもう何としても勉強していかないといけない。で、これから勉強する会計学という科目に関して言うと、おそらく皆さんがこの後ですかね、勉強されることの、あるいはもう勉強しているかもしれませんが、鑑定評価理論という科目がありますね。で、鑑定評価理論と多分一番近いと思います。会計学が。勉強のスタイルだとか中身だとか。つまり、私は鑑定士でありませんので、専門的なことはわからないんですが、いわゆる鑑定評価理論、鑑定評価理論という科目と、これから勉強する会計学は、勉強の仕方がかなり類似していると、似ているというふうに考えていただきたい。つまり、どちらもそうだと思うんですが、やっぱり両方の科目でよく私が耳にするのは、とにかく暗記だと。とにかく暗記なんですよ。だから、鑑定評価理論も多分そうだと思います。鑑定評価理論も、これから勉強する会計学も、どっちも暗記がもうベースになっちゃうんですね。暗記です。ひたすら覚えるということ、なんですね。覚える。ただ、さすがにですね、何の意味もわからなくて、呪文のように覚える。それはやっぱり意味がないですから、ある程度理屈というものを理解した上で、最終的な文章を覚えるという作業。だから、ゴールは覚えるということなんですよ。ですから、ゴールは正確に表現を覚えるということがゴールなんです。そしてそれを答案に書けば合格できるんですね。ただ、大概ですね、皆さん多分これ今聞いてる、この動画聞いている方ほとんどだと思うんですが、社会人なんですね。社会人、ごく稀に、いや先生俺学生なんだよっていう人ももちろんいらっしゃるんですけど、多くは、圧倒的多くの人は、不動産関連にお仕事されているようなサラリーマンの方、あるいは自営業の方もいらっしゃるかもしれませんが、社会人の方が多いんですよね。で、やっぱりいろんな人と会話していると、時間がないって言うんですよ。とにかく時間がない。で、時間がないとどうしても覚える時間がないので、なかなか覚えられないってことだと思うんですが、やっぱり会計学はどうしてもある一定の学習時間って必要になっちゃうんですよね。ですから、ものを覚えるには時間が必要です。ですから、学生ではないんで、皆さんおそらく多くの方社会人だと思うんで、なかなか、いや先生俺覚える時間ないんだよねと、言われてしまうかと思います。で、よくこれも皆さんから質問を受けるんですが、どうやったら効率よく覚えられるんですかと、それがあったら実は私も教えてほしいって感じなんですが、ちょっと皆さんに少し話の趣旨がずれてきちゃうんですが、覚えるということ、これについてちょっと一つ皆さんにお話をしたいんですね。で、これは多分鑑定評価理論でも、これから勉強する会計学でもそうなんですが、覚えるという作業は絶対に必要になるんですよ。で、私はよく、最近この、事例というか、この、事例を皆さんにお話ししてるんですが、どうやったら覚えられますかって言われるんですね。効率よく。効率よく覚えられますかと。私は、それはないと思ってるんですよ。効率よく覚えるなんていうのは虫がいい話で、覚える、そんなことはできません。できないんですよ。で、私はよく言ってるんですが、私は女房とたまに出かけるんですけどね。で、女房は、一緒に車に乗って、後ろ子供がいるんですけどね。女房って、一発で道を覚えるんですよ。これ冗談ではなくて。私は、道は本当に覚えないんですね。なんだったら、受講生の顔も覚えないんですけどね。別にわざと覚えないわけじゃなくて、人の顔も覚えないんですよ。だから時々、別の試験なんかの受講生さんから、先生、いつになったら顔を覚えてくれるんですかと、別にわざと覚えないわけじゃなくて、本当に私、人の顔も覚えないし、道も覚えないんですね。特に、道を覚えないんですよ。別にわざとじゃないですよ。わざと覚えないんじゃないですけど、だからよく女房に怒られるんです。車乗ってると。あんた、もうだからここのローソンじゃないでしょ。だからもう一個先のローソンじゃんって。ごめんじゃないでしょ。聞いてんのじゃん。聞いてますと。女房って一発で覚えるんですよ。道を。私は何回とっても覚えないんですね。だから女房に怒られるんですよ。あんたいつになったら覚えるのって言われちゃうんですけど、いつになっても、その時期は分かりませんって感じなんですよ。いつになったら覚えるのって言われても、そんな質問されても答えは分からないですよね。本当に女房からの質問で困っちゃうことがあるんですけども、あんたいつになったら覚えるのよって。いいよ。いつ分かりません、それはっていう。でもいつも喧嘩になっちゃうんですよ。じゃあどうするかと言ったら、女房が寝てる時に、静かにエンジンをかけて、一人で、だいたい片道、1時間がかかんないぐらいの距離なんですけどね。一人で、スーッとその目的地まで行って、間違いますよ。間違いながら行くんですけども。で、戻ってくるんですよ。何回もそれ一人でやりました。寝てる時に女房が。で、今度、子供の目の前で喧嘩したくないですからね。また子供を乗っけるわけですよ。で、子供を乗っけた時に、あれあんた覚えたのって言う。それは覚えるでしょ。だって、それはもう、てか間違えるのこのぐらいっていう。もうそのぐらいの感覚なんですよ。だからそれはもう女房に見えないところで努力しかないです。私は才能だと思ってます。覚えるってある種の才能だと思ってますんで、私才能ないんですよ。覚えるという才能、人の顔もそうです。道もそうです。覚えるという才能がないんですね。もう自覚してます、そこまでは。そこまで自覚してるんだったら、どうするかって、もう努力の量でカバーするしかないんですよ、人間って。と私は思ってます。だから皆さんはこれから全くよくわけのわかんない言葉のオンパレードですよ。会計学なんて多分皆さんほとんど興味ないでしょうから、会計なんて言われても。何なんですか、この財務諸表なんね、なんか聞いたことあるけど先生よくわかんねえなと。よくわけのわかんない言葉がもうどんどん出てくるわけですね。で、それを短期間に覚えなきゃいけないんですよ。とにかくさっき言ったように、ゴールは覚えるということがゴールです。覚えるということがゴールです。そして私もって言っちゃいましたけど、多分皆さんもあんまり覚えるのは得意じゃないかもしれません。覚えることが得意じゃないという人は、それはもう申し訳ないですけども、努力の量でカバーするしかない。何回も繰り返してやって、繰り返して、もう音読だったら音読です。もう電車の中では怒られますよ。電車の中で喋ったら怒られますけど、家の中で一人で喋ってください。書くのめんどくさいんだったら。もう分かんなくていいから。もう中身とか、もうとりあえず最初はですよ。最後まで分かんないとちょっと困っちゃいますけど、最初は分かんなくていいんですよ。もうとりあえずブツブツ喋ってると、なんとなくフレーズとして頭の中に入ってきちゃったりするんですね。意外とそんなところがきっかけになったりする。で、後から理解がついてくる。ですか？理解と暗記の順番を逆にしない方がいいんじゃないのかなと思います。皆さんは往々にして時間かかる人は理解を先に持ってくるんですね。つまり完璧に理解をした上で覚えよう。ダメです。完璧に理解をした上で覚えようなんて言ったらいつまで経っても覚えるという作業に来ないですから、そのうち試験になっちゃうので。違います。完璧に覚えるなんていうのは無理です。受験。てか、そんな必要ないです、皆さん。だって会計士とか税理士じゃないんだから。皆さん、不動産の評価のプロを目指しているので、会計は、こんな言い方してですけど、付録みたいなもんですよ。付録みたいなもん。付録に全力かけても仕方ないですから。ですから、理解をするということは、ある程度でいいわけです。なんとなく、そんなもんなのかなと。そしてもう一つ言いたいのは、理解をするときは、自己暗示をかけるということが大事です。土台ですね。これだけ短い期間で、この後多分民法とか経済も一緒に勉強するんでしょうけどね。これだけの科目をいっぺんに勉強するのは難しいんですよ。だから、自分で分かった気持ちにさせる、自己暗示をかけるということが大事です。だから、まずは理解が先です。ある程度ですよ。ある程度理解をして、その自己暗示をかけながら、そうですね、と簡単でいいんです。完璧じゃない。簡単でいいんです。簡単に自己暗示をかけながら、なるほど、そんなもんなんです。皆さんに理屈なんか聞かないですよ。会計士じゃないんだから。皆さん公認会計士じゃないですよね。公認会計士目指してるわけじゃないんですよね。だったらそんな完璧な理解なんて必要ないんですよ。だから自己暗示をかけちゃえばいいです。もちろんところどころわかんないところはあるでしょう。なんでこうなってんだろうな。でもわかんないところありますよ、それは。わかんないところ。でもわかんない内容、なんかちょっと腑に落ちないっていうんですか。腑に落ちないことはありますよ、それは。世の中生きていれば、いろいろと、どうしてそうなんだろうなと、腑に落ちないことなんていくらでもある。でもその中で自己暗示をかけながら、もうそういうものだというように理解をして、もうある程度ですよ。ある程度覚えたらもう前に進んでっちゃった方が早いですよ。ですから、完璧に理解をした上で暗記をする。ダメです。こういう勉強スタイル取ると時間かかりますよ。そうじゃなくて、ある程度、そんなもんなんでしょうね、ぐらいの気持ちでも、腑に落ちない部分ある。ところどころ腑に落ちない部分はある。でも、ある程度で自分を納得させてしまって、前に進んで、だんだん先にもう少しずつ前に進めていった方がいいです。で、あとはとにかく繰り返しの作業になるわけなんで、繰り返し作業、覚えるという作業をやっていけばだんだん頭に入りますからね。ですから、とにかくやっぱりある一定の時間数は必要です。会計学というような点数、しっかりとした点数を取ろうと思えば、やっぱり時間は必要です。それから覚えるという時は繰り返すという作業は必要です。一回書いた、あるいは一回音読したぐらいで言葉が覚えられるなんて覚えちゃダメですよ。皆さんそういうこと考えてる人いるみたいなんですが、先生覚えられないんですよと。覚えられない。なんか先生覚えられないですよ。覚えられないの。どれ、いやなんかこれ、一回読んでみたんですけどね、なんか全然覚えられない。いやいや今なんておっしゃいましたと。いや先生俺、一回読んでみたんですけどね、なんか全然覚えられないですよ。一回読んでみた。一回読んでみて覚えられたら大変ですよ、逆に。ですから、一回で覚えられるなんて思ったらダメなんですよ。何回もやりますよ。会計、会計だけであるんですけど、だから私は皆さんに言ったら、一回読んで覚えられなかったぐらいで落ち込んでる場合じゃないということですよ。先生これなんかこれ一回読んでみたんです、これね、一回読んでみたんですけど、なんか全然覚えられないですよね。いやそれ一回読んだぐらいで覚えられたら大変なんですってばっていう、ね、覚えるという作業は絶対的に繰り返しの練習が必要になります。ですから繰り返して勉強する、覚える、ね、それからあともう一つは完璧を目指さないということですね。特に皆さんの中で結構理系の人も最近いるんじゃないですか、最近かどうかちょっと分かりませんけどね、理系の人はやっぱりロジックっていうのを大事にしちゃうんで、一つ一つこう理解をしながらじゃないとなんかこう気持ち悪いみたいな形の人もやっぱりいらっしゃると思うんですね。でもそれやっちゃうと前に進まなくなっちゃうので、だから確かに、気持ちとして理解はできるんだけれども、完璧に一個一個のロジックを組み立てて覚えないと前に進まないというタイプの性格の人は前に進まなくなっちゃうんで時間かかるんですよ。だから、繰り返しになっちゃいますが、自己暗示をかけるということが大事になりますね。ですから、その辺だけ、学習方法を間違えなければ、大丈夫かなと思いますので、ね、とにかく覚えるというのは繰り返しです。暗記は繰り返しです。からもう一つは自己暗示をかけてほしいと。わからないところがあったら、ある程度でいいね。ある程度でいいです。ある程度で、なんとなく、こんなもんだろうなと、自分の中で自己暗示をかけていくということも結構大事。それのところだけ、気をつければ、なんとなく、だんだんですよ。だんだん会計学というものに、慣れてきて、それなりに文章というのは書けるようになってくるかなと思います。で、あと、もう一つですね、あともうちょっとなんですが、最近の鑑定士の試験問題、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、もう昔と違って、昔はね、二次試験、三次試験なんて言われた時代もあったんですね。その頃から私もずっと担当しているんですが、昔の鑑定士試験って、二次試験から次が三次試験。なんていう、昔はそういうものもありました。で、そこから今、担当論文に変わってきてるんですけども、論文式の試験も昔は、ブワーっと書いてたんですよ。2時間です。1科目。2時間で、2問ですね。2問解く試験なんですけどね。だから単純に考えて1時間で1問解くというのは、大体そういう試験なんですね。で、大体2時間で2問ですから、1時間で1問解くんですけれども、ブワーっと昔は書きました。とにかく。でも最近はもう本当ここ、10年ぐらいですかね。本当に会計学は、回答として書く分量が減ってるんですよ。なぜか。例えば一つは、空欄補充という設定が最近よく見られています。空欄補充。要するに昔は虫食い問題みたいに言われてたんですね。だから虫食い問題なんかもあるので、だから、なんていうんですね。回答例として書く分量は少なくなってきているんですね。回答例は本当に少ないです。だから昔のような論文という体ではなくて、本当に数行程度です。多くて、そうですね。一番多くても5、6行だと思います。小問一つに対して。短いのは本当1行、2行で終わっちゃいます。で、場合によっては空欄補充ですね。それから番号1番とか2番とか番号だけを書かせる。そんな問題もあるんですね。昔と違うなと感じるのは、本当に書く分量が減ってきた。で、小問を括弧1から括弧5、6、7ぐらいまで、そこまでは多いかわかりますが、括弧1から括弧5、6、7ぐらいまで、本当に小問に小分けして問題を作るんですね。もう小分けして問題を作って、一つ一つの小問については本当に短く答えるというスタイルをとってます。だから、我々も昔と違って、そんな一つの、段落ですね。一つの段落、全部を文章を覚えるということではなくて、キーワードを覚えてほしいと。キーワードを押さえて、あとは本当に核になる部分、中心になる部分だけを最終的には覚える。ただ、勉強するときはその周辺ですね。周辺もやっぱりちょっと勉強してほしいんですが、最終的には中心になる部分だけを覚えてしまえばいいだろうなと思います。ただ、スタートからさすがに中心になる部分だけを覚えるというのはちょっとリスクが高いので、勉強するときはその前後の文章なんかも少し覚えてほしいんですけどね。少し理解をしながら、なるほどなと思いながら文章を読んでほしいんですが、回答用紙に書くときは本当に分量短いです。会計学は。という試験なんですね。ですから、多分今後もその傾向は続くんじゃないのかなと思います。ちなみに、皆さんが受験予定の2025年は、今っていう言い方しますが、今年ですね、2024年になってるんですが、2024年の試験員と比べると、1人交代する予定なんですよ。まだ全然わかりませんけどね。2024年の試験員もまだ発表されてないんで、まだわからないんですが、2024年までは、2024までは同じ試験、今までの試験と同じです。で、皆さんが受けられる2025年は1人交代する予定なんですよ。で、この先生がどんな先生だか全然わからないです。ひょっとしたら昔のようにブワーッと文章を書かせるということもなくはないです。なくはないんですけれども、最近の傾向で言うと採点するのめんどくさいので、多分、新しい先生ですね。皆さんが受ける2025年は1人試験員が交代する予定なんですけれども、その新しい先生、どんな先生か分かりませんけど、おそらく今まで通り空欄補充ですね。多分そんな問題になるんじゃないのかなと思います。ということで、皆さんが受験予定の2025年は多分形式面は大きな変化がないんじゃないのかなと思います。ということなんで、空欄補充の問題、それから各小問がたくさんの小問に分かれて、一つ一つの小問が短い回答例で済ませるというスタイルを取るんですね。だから最終的にはこのテキスト結構分厚いです。分厚いんですけれども、私、テキスト後でちょっと一つ一つ確認していきますが、テキストの文章の中にアンダーラインつけておきました。特に実践でアンダーラインをつけた部分はなるべく完璧に覚えてほしいと。で、点点点点点という点線でアンダーラインをつけたところはある程度でいいですよ。つまり自己流表現が混ざっても、特に問題ない。というようにちょっと色分けしたつもりなんですね。ですから、その実践ですね。アンダーラインつけた実践の部分は、特に定義が多いんですけれども、なるべく正確に覚えてください。これ空欄補充で狙われてくる可能性があるので、覚えてほしいんですね。で、点点点点点という点線の部分は、ある程度自己流表現が入ってきても、問題ないかなっていう感じですね。この後テキストを使って講義をやっていきたいと思いますけど、またその時お話をしたいと思うんですが、一応テキストはそういうふうな形になっています。あともう一つ別冊で、効果圏会計学、ちょっと一つサンプルとして、皆さんモニター見てるだけで結構なんですが、例えば、こんな形のね、財務会計の機能ということで、こんな形でクエスチョンと、アンサーということであるわけですね。で、これが効果圏会計学ということで、こちらの右上ですけどね、重要度ランク、A ランクとかって。こんなのがついてます。ですから、一つのこれちょっとサンプルだというふうに考えていただきたいんですが、右上に重要度がついてます。で、A とか AA も、もう一個 A がついて AA もあります。あとは B ランクっていうのもあるね。で、B ランクは基本的に重要度が低いです。無理して理解しなくて飛ばしちゃってもらってもいいんですが、AA は基本的に重要だと思っていただきたい。で、シングル A のところはまあ重要かなっていう感じなんですね。そんな感じで色分けしておりますんでね。あとは、問題と回答で、問題集のような形になっています。問題クエスチョンがあって、あとアンサーですね、答えがあるというスタイルになっています。で、なるべく回答例も先ほど言いました、最近の、本試験の傾向を睨んで、回答例もですね、実は従来のこの高掛け、従来の高掛け会計学がブワーッと、次のページ渡るぐらいですね、すごいたくさん文章を書いてたんですが、繰り返しになっちゃいますが、最近の鑑定士の本試験というのは、本当にこう、回答例として書く分量が少ないもんですから、ちょっとそれに合わせて、なるべく回答例に関しても、もう本当に必要最小限というか、大体これくらいのことが書けてればいいんじゃないかという内容に留めてます。はい。ですから、回答例ですね。回答例を後で、余裕があったら見ておいてもらいたいんですけどね。はい、であとは回答例の中に、一部ゴシック体みたいなちょっと太字になっている、その辺はちょっとキーワードで、空欄補充なんかでもう出る可能性もあるし、一つのこうキーワードとして少し強めに覚えてほしい言葉なんかは、太字にしておきましたんでね、その回答例。回答例のところで、太字になっているところをちょっと強めに意識してもらいたいんですね。はい。そんなことで、高掛け会計学別冊になりますが、これは復習用教材ということで使っていただきたい。で、またもう一つ言うと、これから皆さん、答練を受けると思うんですが、答練を受けたときに、この高掛け会計学というのも、答練は解説レジュメがつくんですが、解説レジュメとこの高掛け会計学をこうセットにして、よりこう、理解の厚みを理解を厚くするみたいなことができますんでね、よく言ってるんですが、この高掛け会計学は辞書代わりとして使うということもできますのでね、例えばある論点を勉強したと、ある論点を勉強したら、後から辞書代わりみたいな形で、この高掛け会計学というのを使うこともできますんでね。これはうまく有効に使っていただきたいというところですね。ただ、講義の中ではテキストだけを使っていきますんでね、この後、引き続いてこのユニット2の方に移っていきたいと思うんですが、ここから内容の方に移っていきたいと思うんですけどね。まずはテキストの方ですね。テキストの方で、ずっと勉強の方をしていきたいと思いますので、ね、テキストの方を準備しておいていただきたいと思います。なかなか会計学、回数も多いもんですからね、ちょっと、だんだんこう、大変になって負荷がかかってきますからね、大変になっちゃうところもあるのかなと思いますけれどね、最初のところはそんなに神経質にならずに、大雑把な理解でも結構ですからね、ゆっくりと、方法を進めていただいて、最終的にはですね、しっかりと覚えることができればいいんじゃないのかなと思いますね。頑張って勉強していただければと思います。はい、ということで、ユニット1はちょっとガイダンス的な話ということでここまでにしたいと思います。で、ブレイクタイムを挟んで次ユニット2、ここから内容の方に移っていきたいと思います。ではちょっと一旦ここで、ユニット1は終了ということでブレイクタイムを取りたいと思います。はい。では引き続いてユニット2に移りたいと思います。では、テキストの内容の方に移っていきたいと思います。目次とか飛ばしていただいて結構です。本文ですね。ちょっと移していきますが、はい、第1章になりますかね。1位ということで、会計学総論ということで、これはでも飛ばしてもらっていいです。別に、で、会計の意義ですね。で、この辺は特に、試験に直結する内容ではないので、特に飛ばしていただいて結構です。で、次のページですかね。今度は、2ページ目。はい。で、ちょっと、でこの辺も直接試験に出ることはないと思います。2ページ目ですかね、テキストの。で、会計ということで、実は会計というのはいくつか種類があるんですよね。ちょっとこの辺だけ少しお話をした。あんまり試験に多分、鑑定士の試験で、会計の種類っていうことが多分聞かれることないですからね。ただ、財務会計と管理会計というのが、ちょっと、後で出てくるんですけどね、言葉として少し知っておいた方がいいのかなと思いますけどね。で、また後でちょっと詳しくやりますが、会計というのは誰に報告するかという視点で財務会計と管理会計に分かれるんですね。で、簡単に覚えなくていいですよ。覚えなくていいですが、財務会計は企業の外部にいる人に報告する会計なんですよ。で、管理会計というのは企業の内部にいる人に報告する会計みたいな感じで、ね、外部に報告をするのか、内部に報告をするのか。で、皆さんがこれから、鑑定士の受験生として勉強するのはほぼ間違いなく財務会計です。つまり外部に報告をするということが前提になっての会計なんですね。財務会計です。で、この外部に報告をする会計というのをちょっと下がると、制度社会的な規範ですね、ルールなんですが、ルールに基づくのか基づかないのかでいうのがあって、覚えなくていいですよ。財務会計というのは外部に報告をするという会計のことを財務会計と言ってるんですね。で、外部に報告する以上は通常はやっぱり何らかの規制がかけられるんですよ。外部に報告するわけだから勝手なことやられると困っちゃうんで。で、そうすると、制度会計と言われていて社会的な規制があるんですよということなんで、財務会計と制度会計はほぼほぼ同じというふうに考えてもらって結構です。ほぼ同じです。ただ、本当細かい話になっちゃうんですが、全く同じかというとそうではなくて、外部に報告するものでも制度に基づかない会計というのは特に最近ずっと流行っているんですが、IR って多分皆さん聞いたことあると思うんですね。で、 IR っていうのはインベスター・リレーションズということで、直訳するとインベスター・リレーションズっていうのは、インベスターって投資家です。リレーションズとは関係なんですね。要するに投資家との関係というものを良好に保つみたいなことで、例えば 5G のスマートフォンっていうんですかね、例えばそんなものをうちの会社で来年の春発売するとか、例えばそんな感じで新製品というものをこれから発売しますよということをホームページで発表する。で、そうすると、製品にもよるんですけれども、新製品がすごく評判がいいと株が上がったりするんですね、そこの会社の。で、株が上がると投資家は儲けることができるので、投資家との関係も良好に保てるんですよねっていうような形で IR なんていうことで、ホームページ上で新しい製品の情報を流すみたいなことをやった。ただこれは別にルールとして決まってるわけではないので、もちろんやる必要もないので、やらなくても構わないんですが、ただこれも一応外部に報告をするという意味で言うと、財務会計の一つなんじゃないかっていう人もいるんですね。だからこのホームページを使って何か情報を流すということも外部の人に向けての報告だから、これも財務会計なんだっていう見方もできるんですけどね。ただこれはルールがないので、あまり考えなくていいです。もちろん鑑定士の試験で出ないです。鑑定士の試験ではこの IR なんていうのは出ないということなんで、ほとんどがやっぱりルールに基づくんですよ。だから財務会計、つまり外部に報告するということなんですが、外部に報告をするということは何らかの制度に基づく会計になるんですよということになるんですね。で、制度ということなんですけれども、基本は法律です。で、この辺は試験に直接は出ないんですけどね、会計に関連する法律は3つあります。1つが金融商品取引法で、これに基づく会計というのは、金融商品取引法会計というのがあるんですね。あと、会社法という法律も一部会計に関連する。で、これは会社法ですね。会社法会計というのは。あとは、税法という法律もあって。例えば特に法人税法ですね。法人税法です。そうすると、その法人税法に基づくということになるんで、まずいわゆる税務会計って言われてるんですよね。そんな感じです。覚える必要はないですけれども、会計に関連する法律は3つある。金融商品取引法という法律で、この法律に基づく会計のことを金融商品取引法会計で、会社法という法律があって、会社法にも会計というのはあるんですね。会計に関連する部分があるので、その会社法の中で、会計に関連する部分なんですねもあって、その会社法に基づく会計のことを会社法会計なんて呼んだりします。から税法、特に法人税法ですね。税務署に法人税を納めてこないといけないので、これは税務会計なんて言われたりです。これは法律です。こんなものが法律としてはあるんだということですね。あとちょっとその下ですが、この辺は飛ばしていいです。営利会計、皆さんが勉強するのは企業がやってる会計なんで、営利を追求するんで営利会計という人もいます。で、ちなみに NPO 法人とかね、そういうのもあります。で、 NPO 法人、非営利団体ということで、そんなところも会計やったりします。あと役所ですね。役所にお勤めの人も、この動画聞いてる人いるかもしれませんが、公務員ですね、役所なんかは、営利団体ではありませんので、そういったところも一応会計というのはやったりします。そういう会計もあるんですよ。だから非営利会計ということで、そういう会計もあるんですが、皆さんがこれから勉強するのは、営利を追求する企業がやってる会計。これから皆さん勉強することになると。ね。だから特に断らなければ、これから会計って言葉ずっと使うんですが、特に断らなければ通常企業がやってる会計のことですね。はい。で、ちょっと次のページで、今度は3ページ目のところで、これはちょっとアンダーラインつけておいたんですが、財務会計と管理会計の違いということで、これちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。で、本当はですね、この何々とはっていう、これが基本的に定義なんですよ。3ページ目の財務会計とは。で、定義はなるべく正確に覚えてほしいんです。ですから、定義はなるべく正確に覚える。ただ、あれでも先生、これ、点点点点点って書いてあるんですけど、そうなんですね。これ、点点点点ということで、本当はですね、実践にして、正確に覚えてくださいねって言ってもいいんですが、実はこの財務会計の定義というものはオフィシャルな定義がないんですよ。だから公式的な定義がないので、例えばこれさっき言った金融商品取引法だとか会社法だとか 税務会計で、ね、税法なんかに財務会計とはという定義が書かれているわけではないんですね。だからこれ学者の人たちが考えた表現なので、若干人によって違っちゃってるんですよ。ということなので、本当はですね、この何々とは、何々とはって定義です。定義は正確に覚えてほしいんだけれども、これは財務会計というこの言葉の定義自体はオフィシャルなものがないんです。ですから、オフィシャルなものがないので、多少自己流表現が混ざっても問題ないです。自己流表現が混ざっても問題ないんですね。ということで、ちょっと見ていきます。財務会計というので、これ基本的に企業がやってる会計みたいなものなんですが、企業の経済活動を貨幣額で記録計算して、その結果、結果って何かというと、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況。で、これまた後で出てくるんですが、この3つはもうワンセットにしてフレーズで覚えた方がいいかなと思います。企業の財政状態、経営成績、で、キャッシュフローの状況ですね。この3つって大事なんですよ。ですから、財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況。で、こういったものをですね、財務諸表、これも後で説明しますが、財務諸表ということで、書類なんですね。財務諸表という書類を使って、外部ですね、外部の利害関係者に対してと報告するという、そういう仕組みのことを財務会計と言ってるんですよ。ということですね。で、ここでいう外部の利害関係者、これはたくさんいます。細かいことを言うと、外部の利害関係者ってたくさんいるんですよ。たくさんいます。ただ、中心になるのは株主、債権者、政府たちですね。他に誰かいるんですかって、例えば従業員なんかも、外部の利害関係者って外部の利害関係者。でも、もちろん会社の中で働いてるって言えばそういうことなんですけどもね。会社との、雇用関係を結んでいるような感じね。からあとは、従業員だけではなくて、あとはその地域に住んでいる人たちですね。例えば企業が夜中まで稼働しちゃってる、工場として稼働させると地域に住んでいる人は眠れなくなっちゃいますからね。ですからそういう意味で言うと、外部の利害関係者に当たるということになっちゃうんですよ。ですから細かいこと言うと、その企業と利害関係を持っている人ってたくさんいるんですよ。だからさっき言った従業員ですね。従業員なんか、たまにですけどね、労使交渉みたいなことで賃金を上げてくださいみたいなことで。それは会社との間で利害を持ってるからなんですよね。ですから、従業員だったり、その地域に住んでる人たちであったり、いろいろと外部で利害を持ってる人ってたくさんいるんですが、ここに書いてあった、やっぱ中心を占めるのは、やっぱ株主、債権者、政府。もっと言うと株主と債権者が、重要になります。重要ですね。株主、債権者。やっぱこの人たちが利害関係を持っている人たちの中心。特にやっぱ株主さんですけどね。やっぱ会社のためにお金を出してますんでね。ということで、ちょっとその人ですが、例えば A という会社があったとして、株主、債権者、あるいは政府、いろんな外部で利害関係を持っている人がいる。やっぱり中でも一番重要な利害関係者ってやっぱ株主でしょうね。一番と言われたら、やっぱりそれは株主ということになるかなと思いますけどね。はい、で、まあ株主だとか債権者だとか政府、こういう外部の利害関係を持っている人に対して、さっきちょっと上でやりました、企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況、こういうものを財務諸表を使って報告をする。で、財務諸表って何かということなんですが、財務諸表っていうのはいくつかの書類の束みたいな感じです。書類の束なんですね。で、具体的にはこの財務諸表と呼ばれるもので、中心を占める部分っていうのは 1,2,3,4 とこんなようなところでね、他にも細かいですね、付属の明細書みたいなものもあったりはすることがあるんですけれども、財務諸表と呼ばれるものは 1,2,3,4 こういったところが中心になります。で、中でもやっぱり昔はこの上の2つが中心だと言われているんですね。ただ最近はキャッシュフローもすごく大事になってくるし、でもっと言うと、株主資本等変動計算書なんていうものも、結構重要だなんていう人もいます。この 1,2,3,4 こういった一枚一枚の書類ですね、この書類をまとめて財務諸表と言って、でこの一枚一枚の書類を作って、もう一回上に戻しますが、特に株主、株主が中心になってくるんで、株主さんたちにこの財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況なんかを報告しますよということなんですね。はい、で、簡単に言っちゃうと、貸借対照表っていう書類は期末時点、例えば3月決算だとすると3月末、3月31日ですね。3月31日時点で財政状態がどうなってるかっていうのをこの書類で、明らかにされるということなんですね。から損益計算書っていうのは1年間ということです。だから例えば4月1日ね、4月1日から3月31日、3月末まで1年間での経営成績というものがこの損益計算書でわかる。で、これはいいです。株主資本等変動計算書で、1年間で株主の持ち分がどれくらい増えたり減ったりしているか。とキャッシュフロー計算書というのはやっぱりこれも1年間なんですが、1年間で資金がどれだけ増えたり減ったりしているかと。この4つが中心になる。中でもこの上の2つがやっぱり重要度が高いんですね。貸借対照表、損益計算書と。ただいずれにしてもこの4つの書類なんかをまとめて財務諸表と私たちは呼んで、この財務諸表は会社が作るんですが、会社が作って、株主なんかを中心とした外部の利害関係者と呼ばれる人たちに公表するということですね。で、こういう会計のことを財務会計と言うんですね。財務会計と呼んでますよということになります。はい、ではちょっと次のページ、4ページ目で。で、それに対してこの管理会計というのがあるんですね。で、これも一応この産業ですね。点というアンダーラインちょっとつけておきましたのでね。これもオフィシャルな定義はありません。ですから自己流表現で構わないんですが、管理会計とはということである程度自己流表現交えてもらって構わないので、一応簡単には説明できるようにしておいてもらいたいですね。で、管理会計というのはこの内部というね、要するに会社の内部で報告するものなんですよ。だから一定のルールみたいなものがないんです。社会的なルールですね。要するに自分の会社の中での話なんで、だから別に社会的に認められているようなルールみたいなものはないんです。うちの会社の中での話。例えば部下が上司、逆でもいいですよ。上司が部下に対して会社の中で報告される会計のことを管理会計と呼んでるんですね。で、ちょっと読んでいくと、この会社の内部ということです。会社の内部の利害関係者である企業経営者が経営方針や経営計画なんかを設定して、これもついて行われて経営活動の結果を分析評価するための会計情報を提供することを目的とする会計であると、いうことね。だから基本的には上司が部下に対してということでも結構ですね、逆でもいいです。これ別にルールがないので、部下が例えば来年うちの会社の見通しですね、それを上司に報告するとか、それでもいいです。別にこれ決まってるルールがないので、要するに内部で報告されるものが管理会計だと、要するに会社の内部管理に生かすということなので、管理会計ですね。例えば部下が調査をして来年の売上の見通しだとか、あとはライバルの状況ですね、そんなことを部下が調査をして上司に報告する、これも管理会計になりますということなんで、管理会計というのは財務会計もそうなんですが、オフィシャルな定義というものがないので大雑把な理解で結構ですけどね、ただある程度はかけた方がいいと思います。前のページの財務会計もそうですね。財務会計も管理会計もそうなんですけどね。とりあえず財務会計、管理会計覚えておいてください。財務会計は外部に報告する、管理会計は内部の人たちの間で報告をし合うみたいなことが管理会計と言われますね。でちょっと下がっていただいて、4ページ目ね、下がっていただいて、この言葉も覚えておいていただきたい。さっきちょっと触れました財務諸表ということで、いくつかのこう書類の束みたいなものね、束みたいなものなんですが、これまとめて財務諸表と言っていて、もちろん日本語で書けるようにしておいてもらいたいんですけれども、結構めんどくさいので、フィナンシャルステートメンツということで、ステートメントではなくてステートメンツっていうね、複数形になってるみたいなんですが、でF/S ということで FS ですね、財務諸表で、めんどくさいんで FS って書いちゃう人もいます。 FS って会計で出てきたら、通常財務諸表のことですね。財務諸表ですよということで覚えておいてください。 F/S ですね、財務諸表で、ちょっと次のページで5ページ目ですかね。やっぱり財務諸表と呼ばれるとトップに挙げられるのがこの貸借対照表、バランスシートと言います。で特に、私もですね、最近自分で書くことなくなってきてるんであれですが、人のこと言えないんですが、この貸借対照表の書ですね、これ間違える人結構います。私、気がついたら直していきますけどね、これ書かなくて間違ってるんで書かなくていいんですが、こっちの書を書いちゃうんですかね。これダメですよ、間違ってる。これは専門用語のミスになってしまうので、積極的に減点されても、文句言えなくなっちゃうんでですか。貸借対照表の章ですね、ここは私結構直す機会がありますので、皆さんのミス気がついたら直しますけどね、間違いないように気をつけておいてください。貸借対照表ということで、これ皆さん結構知ってる人いると思うんですが、バランスシートというんですね。英語でバランスシートということで、BS ということで、この貸借対照表ですね、これ長いんですよ。で結構漢字もめんどくさいので難しいので、よく皆さん BS って書く人多いです。で皆さん将来不動産鑑定士として活躍していくってことだと思うんですが、一応会計の用語もこれぐらいは知っといた方がいいと思います。会計の用語ですね、BS って言われたら、貸借対照表のことなんですねぐらいのことはやっぱり知っとくべきなんだろうと思いますんでね。 BS これからもずっとそうですよ。これからの講義でも BS って出てきたら通常特に断らなければもう貸借対照表のことですけどね。でちょっと一回見てみます。 BS ってこれです。本当に一番簡略化してもらうんですが、ある会社の貸借対照表 BS っていうのはこの1枚のシートなんですよ。で1枚のシートで通常真ん中で区切れるんですね。でこれちょっと書いてないんですが、日付入れるんですよ。でこれはいつの日付かというと期末時点決算なんですね。だから例えば3月決算だと3月31日という日付を入れとくんですね。3月決算の場合には例えば3月31日っていうことなんですね。で例えばちょっと3月の決算にしておきますが、3月末の決算ですね。3月末の決算だとすると3月31日時点における財政状態を表す。で財政状態って何ですかということなんですが、この1枚のシートです。1枚のシートで会社の財政状態というのは、明らかにされるんですけどね。明らかにされるんですが、はい、でまずこの貸借対照表、真ん中で区切れる。で右なんですけど、右ですね、右は全体を通してお金をどうやって会社が集めたんですかみたいなことです。簡単に言うとこの右側、ね、右サイドなんですが、でさらにこの右サイドは大きく2つに分かれるという形になってきて、上の部分、上と下逆にしちゃダメですよ。普通はというか必ず上のところが負債なんですよ。例えば一番分かりやすいかなと思うんですが、銀行から借金してますよと借り入れと、これが負債になります。例えば1億円銀行からお金を借りてきた。で下のこの箱ですね、この下の箱は純資産と呼ばれている部分で、例えば株主からお金が払い込まれたと、資金提供があったみたいな感じで、銀行からの借金なのか株主からの払い込みを受けたのか、まあ、いずれにしてもお金が集められたという点では共通なんですね。共通なんです。だからこの貸借対照表、バランスシート BS というのは真ん中で区切れて、右上のところが負債なんですよ。右下の部分が純資産なんて言われるんですが、まあ、株主からの払い込みみたいなことね。で要するにお金を集めて、この、右のボックスですね、この右のところはお金を集めてきたんですよ。でこの左移っちゃいますが、その集めたお金をこの左、これは資産という部分です。全部ですね。これは集めたお金をどう運用してるんですかという状況、運用状況を表しているっていうことなんですね。例えば集めてきたお金でそのまま現金のまま手元に置いて、あるいは銀行口座にお金を預ける預金ですね、あるいは商品を仕入れてきたり、建物を購入してきたり、あとはまあ書いてないんですが土地を購入してきたり、これがお金を運用してますよという運用状況になるというね。で財政状態って何かということなんですが、左の列ですね、これは全部が資産、会社の資産ですね、左が。で右が、ここが負債なんですよ。で資産から負債を除いたこの純資産って差額で求めるようなイメージなんです。資産と負債の差額で純資産ですよ。でこれが財政状態みたいなことになるんですね。だから左のボックスが会社の資産が例えば100億円ありますよ。この右に移って銀行からの借金が、まあ、いくらでもいいんですが、例えば60億ありますよ。こと差額の40億が純資産ですよみたいなことになるわけですね。というような形で、まあ、ちょっと大雑把に細かいことはちょっと今触れませんが、貸借対照表というのは3月末の時点でうちの会社こうなってますよというのはこの1枚のシートから読み取ることができるというね、会社の財政状態と言います。特にこの差額で純資産、差額で純資産が出るんですが、純資産がいくらと、これが会社の財政状態、ね、でちょっと上に戻っちゃう、そういうイメージで上に戻っちゃうと、貸借対照表、まあ、バランスシートと、まあ、BSBS っていうのね、まあ、期末というのは、まあ、今回3月31日にしておきますけどね、3月31日の期末の、まあ、財政状態、まあ、どれだけの財産持ってますかみたいな、ちょっと簡単に言うとそんな感じです。会社の財産がいくらあるんですか、期末における財産の保有状況、保有額を表している。で簡単に言うと、財産が多くある会社は財政状態は良好だと言え、財産が少ない会社というのは財政状態が悪化していますよ。じゃあこの財産っていう言葉を使ったんですが、よりまあ、正確には純資産って言葉なんですね。これはさっき言ったように差額で求めるんですよ。資産と負債の差額で純資産というものを計算する。これがまあ財産みたいなもので、でこれが多い会社っていうのは、財政状態が良好だ、少ない会社は財政状態が悪いと。例えばまあ、金額はいくらでもいいんですけどね、銀行から100億借りてきて株主から200億お金の払い込みがあったと。で合計300億なんですね。でこれで資産が300億円ありますよ。これで商品を仕入れたり土地を買ってきたり建物を買ってきたりと。でそうすると純資産というのはこの200億と、これが純資産なんですよ。でこれは300と100億のこの資産が300億円で負債が100億円、この差額で200億円という捉え方なんですね。300-100なんですよということになります。で、今回これ純資産というのは株主からの払い込みなんですが、他にもいろんな要素がありますのでね、他にもいくつか要素があるんですが、純資産というのは資産と負債の差額で純資産というものを計算する。でこれが会社の財政状態みたいなものなんですね。はい、ではちょっと次のページで6ページ目ですね。でこのバランスシートと並んで大事なのがこの6ページ目で、これは損益計算書、これも聞いたことあるんじゃないのかなと思います。 PLPL ということでプロフィット&ロスステートメントということで P ですねスラッシュ L ということで、これも結構めんどくさいんですよ。この損益計算書って書くの、日本語で書くと結構めんどくさいんで、PLPL って書く。ただ、日本語で書くとめんどくさいんで、PL って書くこと多いんですけども、回答用紙で書くときは日本語で書いた方がいいですよ。会計学で PL って書けば普通損益計算書っていうふうに考えるんですが、回答用紙はきちんと日本語で書いた方が安全ですからね。PL でも間違いではないと思うんですけどね。普通損益計算書って理解しますからね。ただやっぱり一応間違いがないように回答用紙に書くときは損益計算書とか貸借対照表とね、そうやって書いておいた方が安全かなと思います。ただ講義の中で説明するときはいちいち損益計算書とかめんどくさいので、PLPL って書いちゃいます。で損益計算書 PL というのは一定期間における経営成績だから、ここも日付を入れるんですけれども、一定期間なのでちょっとこの辺に書いちゃいますが、例えば4月1日から3月31日みたいな、こういう期間を書いとかないとダメなんですよ。ですからいつからいつまでですかっていうことなんですね。一定期間なんで、例えば4月から3月、この1年間における経営成績をこの PL というのは表している。で具体的に言うと、実はこの PL に関して言うと別のフォーマットもあるんですけどね、ちょっと、こういうフォーマット使っちゃいますが、 PL ということで、これも損益計算書、真ん中で区切れて右のこの全体、この右の箱ですね、ボックス、これは会社にとっての収益というものをここに全部書いていきます。でやっぱり中心を占めるのは売上ね。売上を中心にして、売上以外にも会社にとっていくつか、いろんな収益というものがありますね。売上が中心になります。売上ね。で左のボックスなんですけれども、ここの部分が費用です。で収益と費用ですね、これの差額で利益を捉えるっていう捉え方、これもやっぱ差額なんですね。でこの利益、この利益が会社にとっての1年間における経営成績を表しているっていう設定なんです。だからもちろん利益が大きい会社は経営成績がいい、で利益が少ない会社は経営成績が悪い、この利益を見て会社の経営成績っていうのを判断することになるんですね。で時々ですね、この収益っていうのは成果で、費用っていうのは努力っていう人もいるんですよ。これは例えですね、例えとして。で例えば皆さんが、今受験勉強やってます。受験勉強をやってお金もかかる、時間もいろいろ犠牲にするものもあるでしょう。お金とか時間ですね、いろんなものをやっぱり犠牲を払ってるはずだね。だからそれが努力としていろんな費用がかかってるはずです。ところが一方では皆さんが将来不動産鑑定士という資格を取って、その肩書きですね、肩書きを得て、バリバリと、実務家として仕事をすれば、いくらお金を稼ぐか、相当ですね、お金を稼ぐことになるんでしょう。これが成果ということになる。だから成果と努力というのはつながってるということですね。逆に言うと切り離すものじゃないんですよ。だからこっちは鑑定士を受験する際にいろいろ費やしてきた努力です、費用です。でその結果として成果が出てくると、収益ですね。そんな感じです。でこの差額でもって利益が出るんだということですね。でちょっと次のページで7ページですかね。財務諸表は今言ったところぐらいでとりあえずは結構です。財務諸表と言われても、他にもあるんですが、バランスシートと、損益計算書でね、PL、BS と PL の2つで結構です。で、今度7ページ目なんですが、でこの辺もちょっと最近の鑑定士の傾向から見るとちょっと重要度低いかなって感じもするんですが、ちょっと出ちゃったら嫌なのでアンダーラインをつけさせていただいたんですが、一応ノーマークは怖いかなって感じなんですね。正直重要度は特に最近の鑑定士の傾向から言うとちょっとこういうテーマが出るってことはちょっと考えにくいかなと思うんですけどね。ただ一応ちょっとアンダーラインはつけたところがあるんで、少しさらっとだけちょっと復習しておいてもらいたいんですが、財務会計の機能ということで、もう一回ちょっと確認です。財務会計、何でしたっけ？財務会計というのは、企業の外部、特に株主みたいな投資家ですね。投資家です。ですから、特に株主に対して報告をする、投資家に対して報告をするということを強く意識しているような会計が財務会計なんですよ。財務会計というのは企業の外部の利害関係者に報告をするという会計が財務会計なんですが、とりわけその外部の利害関係者の中でもやっぱり株主が中心であるので、株主、投資家ですね、この人たちに報告をするということを意識してもらいたいんですね。それが、財務会計、ということなんですね。で、ちょっとこの点ですね、先ほどもちょっと説明したんですが、もう一回改めてこの財務会計という言葉、やっぱ強くこれからもずっと勉強することになるので、財務会計ですね、ここはやっぱりしっかりと意識してもらいたいんですね。で、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、私は正直あんまりそんなたくさん経験ないですが、ただこれでもですね、多少の株の売買ってやったことあるんですよ。ほとんどなんかもう中学生のお小遣いぐらいの配当しかもらえないんですけどね。大した金額やってないんですけどもね。ただ一応株の売買はやったことあります。別にそんな大きな顔して有名なことじゃないんですけどね。で、株の売買をするときは、私はこういう例えが良くないかもしれませんが、私競馬も やったことあるんですよね。で、競馬新聞って見るんですよ。当たんないんですけども、競馬新聞を読みながらこの馬が来るかなと思ってやっぱり予想して、来る時もあれば来ない時もあるんですね。それと同じです。株の売買をする時も何か情報が必要なんですよ。それが財務諸表みたいなものだね。ですから財務諸表というもので、さっき言いましたBS ですね、貸借対照表とか損益計算書、特にこの2つが外部に報告をする。要するに我々今度投資家の目から見ると、それを見て株の売買をするんですね。ですから、先ほどのところで貸借対照表、バランスシートですね、 BS、これは損益計算書、プロフィット&ロスステートメント、 PLPL、特にこの2つの書類を見て、どうしようかな、株売るかな、いや逆に買うかなとか、ギャンブル性はありますからね。ですからそういうもの、株の売買ですね。やっぱり株式の売買ということは何らかの情報というのに基づいて株の売買をするということだね。ですから財務会計というのはそういうことを意識した会計なんですよ。それだけっていうことではないんですけれどもね、財務会計というのは株式の売買をしている我々投資家のことを意識した会計のことを財務会計と言っている。財務会計ということで、外部に報告をするということを意識して会計を考えるんですよ。外部って誰のこと言ってんの？株主さんです。だけってことはないですけどね。株主が中心になります。いわゆる投資家ですね。そういうふうにちょっと意識して、だけじゃないですけどね。株主さん、いわゆる投資家。投資家の人たちを中心に、メインターゲットにして、株主さんたち、外部にいる投資家の人たちをメインターゲットに据えて、その人たちに報告をするというのが財務会計ですね。はい、で、財務会計の機能の意義ということなんですが、財務会計というのは、先ほど言いました外部に報告をするという会計、外部に報告をするんですが、で、利害調整機能を持っているって言われているんですね。利害調整機能を持っている財務会計ね。これどういうことかっていうと、つまりということで、経営者、株主、債権者の間の利害関係を調整する機能であるということで言われるんですね。で、ですね、特にこの株主と、経営者、株主、債権者、この3者が、ここでは重要な登場人物になってくるんですが、この経営者と株主と債権者、この3者が一体どんな利害関係を持っているかということをちょっと理解してもらいたいんですけどね。で、まずその下、ちょっと補足ということで書いておいたんですが、株主と債権者と、政府ですね。政府なんかも出てくるんですが、あと経営者もこれから出てきますけどね。で、利害関係の種類と内容、他にもいろいろあるんですけれども、ちょっと利害関係ってどんな内容なのかということをちょっと簡単に押さえておいてもらいたいんですが、株主さんから見ると、とにかく株価が高くなってほしい、あるいは配当をたくさんもらいたいということで、株価が高くなってほしい、あるいは配当をたくさん欲しい、でこういったものっていうのは利益の大きさと関連するって言われてるんですね。要するに利益が高い会社、利益が大きい会社は株価も高くなるし、配当もたくさんくれるっていうことになるんですね。ですから、こういったもの、株価とか配当は会社の利益と密接に関係があるんですけどね。で、株主さんたちは自分がお金を収支しています、自分がお金を出していますので、自分が収支した財産を取締役が適切に管理運用し利益を上げているかどうか、やっぱこれも、取締役に課されている財産の受託責任なんて言ったりする人もいるんですが、ですから株主の身から見ると、自分たちがですね、出資したお金をちゃんと取締役の人たちが運用して、ちゃんと利益を上げてますかっていうことに関心があるということですね。で、債権者っていうのはお金を貸してるという立場になります。お金を貸してるんですね。ですから後でお金を返してもらいたいということなので、企業には財産がちゃんと残っているかどうかということを債権者はいつも気にしているということになるわけなんですね。もし会社の財産がなくなってしまえば、貸したお金が返ってこないという形になってしまったりする、それは困りますからね。ですから債権者というのは会社の中にちゃんと財産が残っているかどうかということに、すごく注目をしているって感じです。関心を寄せているってことね。また政府としてはちゃんと税金払ってくださいねってことね。で、ちょっと次のページなんですが、そういうようないろいろと、利害関係を持っているという状況の中で、次のページ、8ページ目なんですけど、まず株主と経営者、この両者の間の利害対立っていうものをちょっと考えてもらいたいんですけどね。で、ただちょっと気をつけてほしいのは、これ公式コメントにつけておいたんですが、この2人ですね、株主さんと経営者というのは本来は利害が対立するような状況じゃないんですよ。でも、時としてですね、この2人っていうのは時々利害が対立することがあるんですね。だからこの2人は必ず利害が対立するというわけではないんですね。ちょっと収録関連の名前は出せないんですが、例えば某日本のですね、有名なトヨタでない、会社があってね、なんか外国人の経営者がなんかいて、なんか一時期いなくなっちゃってどうのこうのとか、なんかいろいろあったわけですね。で、例えば取締役がいて、その取締役の行った行為によって会社に莫大な財産、莫大な損害を与えてしまうなんていうケースも考えられる。例えば日本の自動車メーカーで外国人の経営者がいて、その人がやった行為によってその日本の自動車メーカーに対して莫大な損害が出てしまうなんてことが考えられないわけじゃないんですね。そうなると株主さんたちにとってもすごくこれは大きな問題になってきてしまうので、そういう状況も考えられるんです。そうなるとこの2人っていうのは対立しちゃうんですよ。ですから、もうちょっと詳しく説明すると、株主の立場から考えてみると、自分たちのお金を財産として会社に預けてるんですね。自己の資金の管理と運用を委託している立場に立つわけです。例えばお願い、このお金を会社に預けるんでお金を増やしてくださいねということで、お金を増やしてくださいねみたいな。で他方ですね、受け取った経営者としては、分かりました、じゃあその経営者としてはその株主から預かったお金、株主から預かったお金を適切に管理運用してお金を増やしますよという、これが受託者としての責任なんですね。でこういう関係が本来あるわけです。でこういう関係の中で受託者である経営者ですね、株主からお金を預かってますんで、この人たちは株主から委託された資金を誠実に管理運用するだけでなく、株主の利益を最大限まで増やしていかないといけないだろうと、そういう責任を経営者は取る。でこの責任のことを受託責任と呼んでるわけですね。ところが絶対ではないんですけれども、時としてこの経営者というのは変な人もいますから、そうするとこの人がやった行為によって会社の財産がどんどんなくなっちゃうなんてこともあるわけなんですね。本当受託責任を常に誠実に遂行しているとは限らなくなっちゃうので、株主の利益よりもこの経営者のね、経営者は株主の利益よりも自分の利益の方を優先する。ダメですね、こういう経営者は。こういう経営者はダメですよね。ですから経営者の中にはね、もちろんみんなそうじゃないんですが、経営者の中には株主の利益よりも自分の利益を優先して考えるような経営者が中にはいるわけです。そうなるとこの経営者と株主っていうのは利害が対立しちゃうんですよということなんですね。ということで、利害関係ということで、株主としては自分が持っている財産を会社に預けてお金を増やしてくださいねとお願いする立場、財産を委託してお願いする立場なんですが、経営者としては自分の利益を優先させてしまうという、そういうちょっとずるい経営者もいるわけですね。でこうなると利害が対立してしまうので、こういうことをなるべくなくすように財務会計というものがあるんですよって言ってるわけです。で具体的にはちょっとその下なんですが、財務会計の利害調整ということで、今上で説明したような利害対立というものがあるんで、そうするとこの両者というのは株主と経営者なんですが、この両者の利害対立を調整するための手段が財務会計である。すなわち経営者の立場に立つと、自分が株主の利益に合致するように誠実に行動したことを株主に対してちゃんと伝えないといけない。僕たちは頑張ったんですよと、経営者の人たちは僕たちで頑張ったんですよということを株主に伝えないといけないので、その伝達する手段として預かっているお金の管理運用の状況とその結果としての会計を投資家に対して、株主を中心とした投資家に対してちゃんと会計報告を行うということを義務付けているわけなんですよ。で他方ですね、そういう報告を受けた株主から見ると、分かりましたじゃああなたたち頑張って働いてるんですねと、我々株主のことを考えてくれて働いてくれてるんですねということで、経営者による資金管理の誠実性と資金運用能力を会計報告に基づいて判断することができる。このようにして両者の利害対立を調整しているのであるということで、ちょっとこの時間でね、ここまでにしたいと思うんですが、こんなふうな形で利害対立を防いでいると、利害対立が起こらないようにしてますよということなんでね。でこれが財務会計の、利害調整機能の一つなんだということね。はい、ということで、なかなかですね、経営者と株主とこの2人がそもそも一つの会社の中にいるような存在ではあるんですが、株主と経営者が一体どういう具合にお互いの、利害というものがぶつかってしまうのか、そこを理解した上で、このお互いの利害がぶつかってしまうという可能性をなるべく、そういう可能性を下げていかないといけないので、その時にその、経営者は会社の中にいますので、会計報告ですね、財務諸表を使って会計報告を、投資家に向けて会計報告を行う。そうすると、一応これで利害が対立することを防ぐことができるでしょうってことなんですね。はい。ちょっとまだ他にも利害調整というのはあるんですけれども、株主と経営者、この両者の間の利害対立ということで、そんなようなお話になりますんでね。ちょっと、最近の鑑定士の傾向を見ると、ちょっとこの辺から出るのはちょっとどうかなっていうところもあるんですけれどもね、一応簡単な内容だけは理解しておいた方がいいかなと思いますので、軽く復習しておいてください。はい、ではですね、ユニット2はここまでになりますので、ちょっとここで10分休憩を取りまして、この後半ですね、ユニット3から説明をしていきたいと思います。でちょっと一旦ここで、10分ほど休憩を取りたいと思います。はい。では引き続いてユニット3に移りたいと思います。ではテキストを次のページですね。9ページ目ですかね。はい。ではちょっと移していきたいと思います。はい、では、株主と債権者との、利害対立ということで、株主ですね。それから債権者で、この株主と債権者という立場のに立つ人たちは、これは通常だと利害が対立するって言われているんですね。でちょっとさっきも少し触れてきたんですが、ちょっと下がっちゃいますが、株主と債権者ということで、なんで利害が対立するのかというと、株主というのは、やっぱり配当も欲しいということなんですね。で配当というのは、利益の一部として配当を配られるという形なんですね。で会社が得た利益から一部配当に回してほしいと。できればたくさんですね、配当欲しいと。でそれに対して債権者っていうのは、例えば銀行みたいな感じでお金を貸してくれてる人なんですね。だから会社に対してはきちんと債務を弁済してほしいと思ってるんですね。でそのためには会社の中にお金を残しておいてもらいたいって考えてるんですよ。とお互いって利害が対立するのは分かりますかね。つまり株主というのはお金を欲しいんですよ、配当として。でこの人たちの話を、株主のですね、意見ばっかり聞いてしまうと、配当ですね、たくさん配当を会社が渡さなければいけないと。そうすると会社のお金がなくなっていっちゃうんですね。基本的に配当というのは金銭で行いますから、ですから金銭でお金を配当するということになると、この株主さんたち、例えば怖い人たちがいる、怖い株主さんたちで配当くれよと、たくさんくれよなんて言われちゃうと、分かりましたということで、じゃあ怖いですからね、じゃあ配当をたくさん渡してしまうなんてことになると、会社のお金がどんどんなくなっちゃいますから、そうするとこの人たちが困るわけですよ。債権者としては債務を弁済してほしいと思ってるわけですから、そのためには会社のお金を残しておいてもらいたいと思ってるわけなんですね。でこの両者の対立のことを言ってるわけです。でこれはもう基本的に対立する構造にあるわけです。ですから株主と債権者というのは基本的にお互いは利害が対立するということですね。で、ここまでさすがに最近の鑑定士の試験でここまでずっと何行にもわたってこのテーマで書かせるってことはちょっとないかなと思うんですね。ですから、この偏差値が全部覚える必要はないかなと思うんですが、ちょっとこれ、点線ですね、点線をつけておいたんで、軽くですね、ちょっと数回程度ちょっと見直していただいて、これ全部覚える必要はありません。この点線の部分は、そこまで厳密に覚える必要はないんですね。ただ、かといってノーマークにしてしまうのもちょっと怖いかなというところがあるんで、ちょっと点線にしておいたんですが、ある程度で覚えてもらう、ある程度内容を理解してもらいたいと、いうことなんですけどね。で、ちょっと読んでいくと、株主と債権者というのは共に企業に対する資金提供者というのは共通すると。要するに株主もお金を出す、債権者もお金を出すわけですね。ただ資金提供の見返りとして取得する権利の内容については、債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれるケースが多いですよと。具体的には何が不利なんですかというと、株主さんたちの立場に立つと、いわゆる通常株主総会というのは必ず開くことになります。で株主総会を開いて、そこで配当が決まったりするんですが、株主は議決権を行使するということができるんですね。つまりそういう形で会社の経営に参加すると、参与するということができるわけなんですね。でまた業績に応じて相当の配当金が社内両額の持ち分を取得するということができるわけです。ですからいろいろと会社に対して、言い方ちょっとあれですが、いろいろ会社に対してプレッシャーをかけることができるんですよ、経営者、株主は。ですからもうちょっとたくさん配当くれよみたいなことで株主総会を開いて議決権行使することができますので、いろいろと株主というのは会社に対してプレッシャーをかけることができる。ところが債権者というのはただ、ただというかね、貸したお金を返してくださいねと言ってるだけなんですよ。もちろん利息も受け取ることにはなりますけれどもね。でも利息を受け取りますけれども、でもその利息で決まった金額ですからね。ということなんで、そうなると次ですかね、このようにというと、株主と債権者の法的地位に差異がある状況下で、株主が企業価値を低下させ、企業の存続を危うくさせるような多額の配当、分配を決議してしまえば、つまり株主総会を開くわけですね。株主総会を開いて、もうちょっと配当くれよと。もうちょっと配当くれよ。なんていうことで、わかりました。じゃあ、もう少し上積みします。わかりました。じゃあ、もうちょっと配当上積みします。なんていうことで、どんどん会社の配当ですね。会社から出る配当を上積みしてしまうと、会社のお金なくなっちゃうので、企業自身の存続が危うくなっちゃいますよという。で、それは債権者の権利というものを不当に、著しく害することになってしまうので、ここでお互い利害が対立するという構図になるわけですね。で、じゃあどうやって財務会計、これ財務会計というのは前半で説明したように外部に報告をするという会計なんですが、財務会計ですね。財務会計を使ってどうやって利害を調整するかといえば、ここにちょっと書いてますが、実は分配可能額というものをルールとして決めちゃってるんですよ、会計は。つまり分配可能な、限度額なんていう言葉つけてもいいんですが、いくらまでだったら分配が可能ですね。分配できますよ。株主さんたちに配当してもいいですよ。逆に言うと、これ以上は配当できませんよという、境界線というかね、そのラインを会計というのは明確にしてるんですよ、計算上。そうすることによって、さっき上でやったように、例えば怖い株主がいて、おい、配当くれよと、こんじゃ足りねえよ。わかりました、すいません、じゃあもうちょっと上積みします。そんなことにはならないわけですね。そういう事態は招かないということなんで、分配できるお金を決めてるんですね。限度額です。限度額を決めているということで、これでお互いが、利害が対立しないように、そうですね、会社のお金なくなっちゃったら大変ですからね。ですから会社のお金がなくなっちゃったら大変なんで、会社の財産が不当にですね、どんどん会社の外に流出するということを防ぐわけですね。で、これで利害を調整しようというのも、財務会計が持つ利害調整をする機能の一つだって言われてるんですね。はい、ということで、前半からやってきた財務会計というのは、利害関係ですね。利害が対立するケースがあるので、利害が対立してしまうというケースにおいては、その利害を調整するという機能を財務会計は持ってますよということになるんですね。はい、で、前半やってきた株主と経営者の利害対立、利害を調整する。それから株主と債権者、この利害の対立、これを調整すると、この2つのに分けてですね、内容は理解しておいてもらいたいですね。はい、では次 10ページ目のところに移って、でこれはちょっと簡単でいいです。財務会計の機能2つ目ということで、情報提供ということで、財務会計の情報提供機能ということで、ここの3行ですかね。簡単で結構です。これもアンダーライン、点線で、ね、点点点ということで、点線なんで、簡単で結構ですからね、ちょっと簡単に理解しておいてください。情報を提供する機能ということで、投資家、特に株主です。ですから、株主さんたちに対して、前半ですかね、前半ちょっとやったように、普段株の売買をやってますからね、株式の売買やってますんで、証券投資なんかをやってますから、その、証券投資の意思決定に役立つような、そういう情報を提供するということですよ。ですから、これが財務会計が持つ、機能の一つになるということで、情報提供機能って言ったりするんですね。で、証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能なんだということなんですね。ちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えば、私がですね、株の売買をすると。どこでもいいです。どっか例えば A という会社の株をね、今ちょっと狙ってる会社があるんですよ。A という会社。で、例えばその A という会社の株をですね、今ちょっとどうしようかなと。で、その時、情報が必要なんですね。情報が必要です。要するに株の売買をするわけですからね。馬券と一緒にしちゃいけないかもしれませんが、馬券を買うという時も情報が必要です。株を買うときは株券ですね。株式を買うときも情報が必要です。で、その情報は例えばその A という会社のですね、血液型だとか社長のですね。それは意味ないです。ですか。ですから、例えば、情報といっても何でもいいわけじゃないんですよ。だから、今ターゲットにしてる会社があって、A という会社があって、その A という会社の社長がいて、その社長の血液型とかですね、好きな食べ物はすき焼きとか、そんな情報を もらっても、我々投資家としては、だからどうすればいいのって話になっちゃうんですよ。だから、血液型だとか、好きな食べ物とか、そんなのはどうでもいい。そうじゃない。そうじゃなくて、投資に、証券投資です。株の売買をするわけです。株の売買をするのに役に立つような情報を流してくださいねって言ってるわけですね。ということになれば、先ほど言って社長の血液型だとか好きな食べ物だとか、その好きな例えばアーティストだとか、どうでもいいですね。だから情報提供機能を果たさなければいけない。財務会計は、財務会計というのは外部に報告するわけだから。財務会計というのは外部に報告、外部というのは特にこの投資家を意識しているわけですね。投資家に向けて普段株の売買をやっている、普段株式の売買をやっている、そういう投資家を意識して外部に報告をするという会計が財務会計。その持つ機能の2つ目として情報を提供する、情報を流すという機能があるわけです。で、それは我々投資家に対して、投資者って言葉をここでは使ってるんですが、投資家でもいいですけどね。投資者に対して、証券投資の意思決定に役立つような、そういう情報を提供すると。で、そのことで、投資者を保護するということなんですね。で、よくこの言葉を使う。保護するって言葉使うことが結構会計であります。大丈夫ですか、大丈夫ですかと。こういう保護の仕方じゃないですよ。そういう保護のことを言ってるんじゃないです。保護っていうのは何を保護って言ってるんですか。保護するっていうのは、例えば警察官が、例えば特定の人、大丈夫ですかと、身を守ってて、そういう意味の保護ではなくて、投資者を保護するというのは、きちんとした、この証券投資に役立つような、情報を流してあげる、そのことが保護につながると考えてるんですよ。だから、次回ですね。また次回以降もどんどん会計について深く入っていくことにはなるんですけれども、よく会計の世界では、保護するって言葉を使うね。保護するってどういうことですかと。保護するってどういうことなんですか。何が保護するんですか。保護するというのは別に直接身を守るという意味で保護するということではなくて、投資者という言葉を使いますが、投資者に対して証券投資の意思決定に役立つような、そういう有用な情報を会社の側が流してあげるね。会社の側がそういう情報を流してあげる。それが投資者の保護なんです。そっから先は自己責任だと言われちゃう。だから会社から見ると、投資者に対して、その証券投資の意思決定に役立つような情報を流してあげる。それでいいんです。そっから先、株の売買をするかどうかは本人の意思決定。自己責任の世界になります。ということで、財務会計の持つ機能の2つ目、情報提供機能。ということで、この3行ぐらいですかね。何回かちょっと軽く読んどいた方がいいかなと思います。そこまで重要じゃないですけどね。一応、財務会計の機能の2つ目だよね。はい、では、その下ですね、ちょっとずっと下がっていただいて、制度会計。で、これちょっとさっき前半ですけどね、触れました。制度会計というのは基本的に制度に基づく会計のことで、基本的には法律なんです。で、会社法という法律がある。証券取引法という法律がある。税法という法律。この法律に基づく会計みたいなことですね。制度会計です。で、ちょっと次のページで。で、制度会計の目的と特性ということね。です。ルールに基づく会計。ルールというのは法律みたいな感じです。法律に基づく会計のまず目的ですかね。目的なんです。で、目的は3つあるね。3つありますということで。制度改革の目的というのは、一つはさっきちょっと言いました、分配可能な、限度額って言葉つける人もいるんですが、いくらまでだったら会社が稼いだ利益のいくらまでだったら分配してもいいですよ。でもいくら以上は分配しちゃダメですよ。そこの境界線決めとかないと、さっき言いました、株主と債権者の利害がぶつかっちゃいますから。ですから、そのぶつかるという株主と債権者のね、この利害の対立を調整しないといけないので、法律で、制度というのは法律みたいなもので、もうルール、法律です。法律に基づいて会計の仕組みを作っているわけなんですが、そのことで、一つ目。なんで法律で決める、法律で会計を決めてるんですかと言ったら、法律というものに基づいて会計を決めることで、まず分配可能な限度額というのは明確にするんですよ。ですからさっきのところでちょっと触れました、例えば株主総会を開くことになるので、会社は株主総会を開くんですが、怖い人が出てきて、おい、配当くれよと、こんじゃ足りねえよ、配当がと。分かりました、じゃあもうあと 10% 増やします。こんなことを許してしまったらダメなんですよね。ですから、もう法律で、すいません、もうごめんなさい、申し訳ないんですが、法律でここまでしか配当できないことになってるんですよと。もうそういうことを明確にしといた方がいいですよと。制度会計でね、法律に基づくような会計です。ルールに基づく会計ということで、分配可能な限度額、分配可能額、ここを法律に基づく会計で明確にしといた方が、何かとトラブルが起こることを避けることができるので、分配可能額を算定すると。から2つ目、2番目でね、業績利益、収益力、これはいろんな言い方ありますが、を適正に測定表示をして、で3つ目、株主が出資した財産等を管理、保全、運用する責任、いわゆる経営者の自宅責任を明らかにして、でこの3つを通じて企業の状況に関する外部の利害関係者の判断を誤らせないようにすることなんだと。最終的には制度会計というのは、最終的に行き着く先は外部の利害関係者、特に投資家ですね。投資家が株の売買、普段からやってますからね。普段から株の売買をやるんですが、証券投資ですね。証券投資なんかやってますから、その判断を誤らせないようにするということが、最終的には目的なんだということ。最終的に、制度に基づいた会計ですね。制度に基づいた会計は、最初はそういうことになる。目的としてはそういうものが挙げられるんですよ、というね。で次のところで、その今上で説明したこの目的を達成するためには、いくつかの特性というものが必要になる。制度会計というのは特性が必要になりますよということね。これも3つあるんですが、で1つは制度会計というのは、いくつか特徴がある、3つ特徴があるんですが、1つは制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力、また公弁力を重視する検証可能性を持つこと。ちょっとこれはさすがに書けないと思います。別に書けないが、これ点点点点点という点線ですから、この辺は自己流表現入れてもらって構わないですから。ただ検証可能性、例えば税務署の職員なんですよ。税務署の職員が後から来る、どこに来るかって、例えば事務所に来て、検証することってあるんですよ。でちなみに、ちょっと話が、それちゃいますけどね、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、私も、会計士、税理士事務所なんですが、ちょっと数ヶ月間、アルバイトで働いてた時もあったんですが、皆さんこれから不動産鑑定士として将来は独立するなんていうこともあるかもしれません。で独立する場合に、例えば自分で事務所を開く、で税金を納める、でその時に、2年ぐらい経ってからですよ。2年ぐらい経ってから税務署の人が来たりするんですよ。だから皆さんの不動産鑑定士事務所のところでピンポーンって来て、あれどうなったんですか、すみません、丸×税務署のものなんですけども、税務署、すみません、2年前の帳簿とかって見せてもらえますか。2年前ですか。2年前です。2年前ですけど、今大体で、端末に情報って残ってるはずなんですけどね。後から検証するってことができないとまずいんですよ、会計というのは。だから10年前20年前は仕方ないですけど、いろいろ法律的な事項とかいろんな法律があるんでしょうけれども、例えば2年前の話はですね、2年前の話っていうのは税務署の人が後から検証しに来るっていうケースが出てきちゃったりする。だから別にそんなことを覚える必要はないんですが、要するに後から税務署の人が、あるいは公認会計士の人たちも携わったりすることがあるので、公認会計士、税理士、あるいは税務署の人たち、公務員ですね、税務署の公務員の人たちが後から検証するってケースが出てくることがあるんですよ。そういうことができるような仕組みを作ってないとダメですよというのは制度会計だ。制度会計というのはそういうような仕組みを作っておかないと、後から第三者が検証できるという仕組みを作っておかないとダメなんですよと。何かトラブルが起こった時に、何か疑義が持たれてしまってる、怪しいなと後から疑義が持たれるようなことが見つかってしまった時に検証できないとまずいわけですね。だから制度会計としては、制度会計の特徴、特性の一つ目として、後から第三者が検証できるような仕組みを作っておかないとダメですよということで、検証可能性と言われてるね。で、その制度会計というのは検証可能性がないとダメだと言われています。検証可能性がないとダメなんですね。で、あと2つ目ということで、利益の分配ですね。特に株主でね、株主に利益を配当しますので、利益を配当する、分配する目的のための支払い財源、また企業は税金を負担する能力である単税力を重視する財務安全性と。どういうことか。例えば、会社の利益の一部は株主に配当するんですよ。株主に配当します。株主総会を開いて、株主に配当金を払うというと、ちょっとモニター切り替えちゃいますけどね。と、例えば、うちの会社、株主がいます。株主がいて、で、1年間決算が終わって利益が確定して、その利益の一部から配当金を配ることになる。で、これはさっきちょっと言いました。原則は金銭で配当するということなんですね。金銭で配当します。だから例えば会社が儲けた、たくさんお金を儲けたんだけれども、手元に現金がないと配当を配れないという、別にお年玉とはちょっと違いますけれども、利益が出た時に利益の一部を配当するんですよ、会社って。はい、じゃあ、はい、株主さんですか？株主ですね。じゃああんた2枚ね。株主さんですか？じゃああんたも2枚ね。株主さんですか？じゃああんたも2枚。例えば一人一人の株主さんたちに対して金銭ですね、その場で渡すわけではないんですが、金銭という形で配当しなければいけない。で、帳簿上では利益が出てるんだけれども、その金額に相当する現金が手元になかったとしてください。帳簿上では利益が出てるんだけれども、それに対する現金が手元にない、だから配当したくても配当が渡せないんですよ。だから利益の一部を株主に配当金という形で分配しなきゃいけないんですが、その時金銭なんですね。だから帳簿上では利益が出てるんだけれども、もし現金がなかったとすると配当を配れなくなっちゃうんですね。配れなくなっちゃいます。怒られますね、株主から。なんでだよと。会社利益が出てるじゃねえかと。その通り、帳簿上では利益が出てるじゃねえかと。なんで配当を渡せねえんだと怒られちゃうんですよね。ですからそういう事態を招いちゃダメなように、制度会計はそういうことにならないように仕組みって作ってます。今日はそこまで詳しい内容を説明しないんですが、制度会計というのはそんな事態を招かないようにしてますから。ですから利益の一部を株主に分配しないといけないということは、手元に金銭がないとダメなんですよと。そうなるように、手元にちゃんと金銭が残るように会計というのは制度会計というのは作ってますから、制度会計の特性として、ちゃんと支払い財源を確保できるようにシステムというのは作ってますからね。大丈夫なんです。それからもう一つ、税金ですね。税金も払わないといけないんですよね。で、税金を負担する。で、税金も金銭でね、原則とした金銭で払うということになるんですよ。と、税務署に行って、税金ですね、税金を納めてこないといけないんですが、これも金銭で納めるね。で、期日が決まっていて、いついつまでにじゃあお支払いください。と、社長どうしますかって、何お金ないですよと。お金がない。いや、お金がない。だって社長お金がないですよと。だから税金を納められませんよと。そんなことになっちゃったら困るわけです。ですから、税金だって金銭で納めないといけないことになってますから、ちゃんと単税力を確保しないといけないんだということなんで、そういう意味でちゃんと手元にお金が残るように会社っていうのはそういう仕組みになってるんですよ、会計は。制度会計って。ですから、そういう意味で安心してください。大丈夫です。大丈夫なんですよ。ですから株でね、利益の一部を配当するんですが、手元にお金がない。どうするんですか？税金だと納めてこないといけない。その時手元にお金がない。どうするんですか？安心してください。そんな風には会計は作ってません。そういう風にならないように会計というのは仕組みを作ってるんで、安全なんですよと、大丈夫なんですよ、今あなたが言ったような事態は招きませんから、ですから財務的に安全なんだということ、これはまあ保守主義という言葉に置き換えることもできるんですが、ちゃんと保守的な考え方でお金はちゃんと残しておきますから、さっき言ったように手元にお金がない、そんなことにはならないんですよ、制度会計は。ということで、この分配可能ですね、ごめんなさい、利益分配目的のための支払い財源を確保したり、税金を払うための、単税力というものを重視するような財務安全性があるんだと。あとは制度的実行可能性という特性を有すると、はい、例えば今日はやらないですよ。実は土地っていう資産があるんですね。皆さん多分一番馴染みがあると思うんですが、土地って直で評価しないんですよ。直で評価しません。またこれは別の機会、もうちょっとだいぶ先になっちゃうんですけどね、資産の評価、また詳しくはまた別のところで説明したいと思うんですが、資産を評価するときは日本は取得原価というもので評価するのが原則なんです。だから会社が持っている土地ですね。会社が持っている土地は直で評価しません。例外ないわけじゃないんですが、基本的には直で評価しないんですよ。だから例えば30年前に買った土地があるじゃないですか、会社が。買った土地、それが30年前の金額でそのまま帳簿に乗っかっているということなんですよ。30年前ですよ。30年前に、例えばバブルの時に買った土地があって、それがその買った金額で帳簿上にはその買った金額で帳簿上がつけられちゃったね。時価関係ないんです。なんで先生、土地って直で評価しないんですかと、また詳しくはちょっと別の機会に説明したいと思うんですが、なんで先生、土地って直で評価しないんですかと思ってる人いるかもしれませんが、ダメですよ。逆に聞きたい。直で評価できるんですか？できるんですか？直で。いいですか？土地を直で評価しないんですかって詰め寄ってくる人がいるんですよ、世の中には。先生、なんで直で評価しないんですかと。で、逆に聞きたい。じゃあ直で評価できると思っていますかと。会社が持ってる土地ですよ。会社が持ってる土地を全部直で評価するんですか？不動産鑑定士って世の中に何人いるかご存知ですか？不動産鑑定士死んじゃいますよ。死んでもいいって言われたら困っちゃいますかね。死んじゃったら困るじゃないですか。不動産鑑定士と呼ばれる資格を持っている人、世の中に何人いるか。その人たちだけで不動産を評価したときに、企業の持っている土地を全部直で評価しなければいけない。で、実は土地だけではなくて建物で機械設備、あるいは車なんかも持っている。これ全部直で評価するなんてことになれば、そんなことできっこないわけですよ。だからできっこないことを喋ってても仕方ないわけですから、そうすると制度会計というのはできっこないようなことはダメなんですよと。それはいくら理屈として正しくだってできないことを議論してても意味がないわけですから、そんなことは現実的にできないんです。直で評価するなんてことはできないんです。だから制度会計というのはその制度として実行できるような仕組みでないとダメですよと。いくら理屈として正しかったとしても制度として実行できるような仕組みにしないとダメでしょって言ってるわけです。制度会計なんだから。だから制度会計の持つ特性の3つ目ということで、実行可能性って言われてるんです。要するに実行可能性が担保されなかったら意味がないですよと。それはいくら理屈ばっかり言ってても、いくら正しいこと言ってたって、実際にそんなことできないんでしょと。できないんだったら喋ってる意味ないわけですよ。最初からできるわけないですから。ということなんで、制度として認められる会計。制度として認められる会計は、3つ目の特性として、制度的実行可能性を持たないとダメですよ、と言われてるね。はい。ということで、制度会計の持つ特性。ということで、このまま覚えるという必要はないですけれどもね、点、点、点ということで点線にしておいたんですが、ある程度、この辺は自己流表現でも構わないんですが、ただ、太字をつけたところ、太字にしておいたところは、一応キーワードみたいなところだというふうにちょっと考えておいていただいて、そこはしっかりと、ちょっと強めに意識して覚えておいてもらいたいんですが、それ以外の文章のところは、自分の文章でも大丈夫かなと思います。はい、制度会計の特性、3つあるということを覚えておいてくださいね。では、このユニットはここまでにしておきたいと思います。では、ちょっとその下ですね、制度会計、3つの法律があるんですが、この3つの法律に関しては、今度、次の、ユニットですね、のところで説明をしていきたいと思いますので、このユニットでは、最後ですね、制度会計の目的から制度会計の特性、法律に基づくような会計のことです。制度会計。どういう目的があったのか、どういう特性を持っているのか。その辺のところですね。ちょっと一部まだ勉強してないテーマが入ってきちゃうんで、言葉とかが出てきちゃうんで、今日の冒頭で言ったと思うんですが、いきなり全ての言葉、全てのセンテンス、これを全部理解しようとしたらダメです。前に進まなくなっちゃうんで。今日冒頭で言ったと思うんですが、ある程度で自分を納得させてしまうということで、もう前に進んでいかないと、後から理解できるということがあるんですよ、会計というのは。いきなり全部理解しようとしても、やっぱりつまずくことがありますのでね。まずは自分で納得させてしまって、前に行っちゃった方がいいですからね。少し、数回程度、ちょっと軽く目を通して、ある程度自分を納得させてしまうということですね。で、このちょっと次のテーマの方に移っていきたいと思いますね。制度会計の目的、特性。なかなかちょっと難しい内容にもなって、一部やってないところもあるんですけどね。簡単にちょっと復習しておいてください。ではですね、このユニットはここまでということで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい。では、引き続いてユニット4に移ります。では、ちょっとプレゼンター切り替えていきたいと思うんですが、で、3つの制度会計、トライアングル体制と言われていて、これは覚えなくていいんですが、繰り返しになっちゃいますが、会計に関連する法律は3つあるんですよ。で、金融商品取引法と会社法と税法と。で、この3つの、三角形でトライアングルなんて言われたりするんですが、税法については覚えですよ。ありません。これは。てか、試験に出てこないですけど、まず税法については。で、そうですね。8対2、9対1ぐらいですけどね。金融商品取引法というのがほとんどです。で、たまに会社法ではこうなってますよというケースが出てくるんですが、ほとんどがこっちです。金融商品取引法に基づく会計です。ごくまれに会社法の会計だとこうなってますよというケースが。で、税法はまず出てこないです。ただ一応、会計に関連する法律は3つあるというトライアングル体制をとっていると。ね、ただ、やっぱりメインになるのはこの金融商品取引法と会社法ですね。で、ちょっと次のページなんですが、で、この辺はあんまり覚えない、一応アンダーラインつけといたんですが、金融商品取引法、これがちょっとメインになるので、ここだけちょっとアンダーラインをつけといたんですが、はい、12ページ目のところね。で、金融商品取引法ということなんですが、で、昔は証券取引法って言ってたんですよ。で、もうちょっといいです。このアンダーラインつけたところで結構です。昔は証券取引法って言ってたんですね。今は金融商品取引法ということで、これはちょっと硬い表現で覚えにくいんですけどね、国民経済の適切な運営と投資者保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を構成にし、かつ有価証券の流通を円滑にすることを目的として作っている法律なんだっていうことですね。ちょっと漠然としているんですが、国民経済の適切な運営、だから投資家保護ですね、投資者っていう言葉を使うんですが、要するに普段株の売買をやってる我々投資家を保護する。で、さっきちょっと私強調したつもりなんですが、投資家、投資者という言葉を使いますけどね、投資者を保護するというのはどういうことだったんですかと。で、保護するっていうことは別にその人の身の安全を守るということではなくて、会社から見ると投資者に対して適切に証券投資に役立つような情報を流すということなんですね。それが保護につながるということです。で、適切な情報を流して投資者を保護して、で、有価証券の発行及び売買その他取引を公正に、例えば一部の人だけに情報が伝わったら不公平になっちゃいますからね。株の売買やってる時、株式の売買やってる時に一部の人だけに情報が漏れたりするとダメですよね。不公平ですから。ですから公正に株の売買というのは公正に行われなければならないし、で、そうでないと日々ですね、我々投資家は日々毎日毎日株の売買しますんで、日々円滑に株の売買ができなくて怖いですからね。ひょっとしたらなんか裏で不正が行われてるんじゃないか、そんなことを考えながら株の売買なんかできませんから。ですから円滑に株の売買ができるようになるためには、きちんと公正に情報というものが流されないとダメですよ。そのために金融商品取引法という法律があるんだということですね。で、ちょっとその下なんですが、税法はいらない。税法会計はいらないです。課税所得をちゃんと計算してくださいねということなんですが、で、ちょっとその下のところで、金融商品取引法と会社法ですね。ちょっとこのお互いの比較だけちょっと簡単にお話をしていきたいと思うんですが、ほとんど不動産鑑定士の試験ではこっちの左サイド、金融商品取引法に基づいた会計、こっちばっかり勉強しますんで、さっきも言いました会社法に基づく会計はたまにですね、たまに出てくることはあるんですが、ほとんど出てこないです、会社法はですね。で、金融商品取引法と会社法というのは、なんていう立法趣旨というか、まず目的が違ってるんですよ。で、これは上で説明したように、金融商品取引法の場合には投資者を保護するということを目的にして法律を作っているということなんですね。で、ただこの投資者っていうのは今現在株を持っている人は当然そうなんですが、将来株を買ってみようかなと考えている、潜在的な株主なんて言ったりすることもありますが、そうした人たちをも含みます。で、そうした人たちをも含んで、投資家の人たちを保護するということで、だからやっぱりどうしても上場企業がターゲットにされてしまうんですね。上場企業なんかで損益の状況などを正確に公表しなければならない。そのことが一般的な、投資家の保護につながるんだというね。とにかく企業というのは株主ですね。これは潜在的な株主も含めて、株主に対してきちんと正確に情報を伝えてくださいね。で、これに対して会社法ってちょっと違うんですよ。会社法はどっちかというと、株主のことを全然考えてないわけではないんですけれども、どっちかというと債権者の方を保護するということに主眼が置かれるということになるんですね。例えば銀行が債権者、企業にお金を貸している、銀行が債権者です。お金を貸してます、企業に対してと。そういう立場で、銀行がお金を貸していて債権者、企業がお金を借りている側なんですね。と、銀行などの債権者を保護することを想定して会計というものを考えますよというね。で、具体的にどういうことかというと、ちょっと下がっていただいて、左の列はどっちかというと株主ですね。株主を強く意識しますので、投資家の意思決定、投資に関する意思決定に役立つような情報を流すんだということが金融商品取引法の会計で、会社法ってちょっと違うんですよ。さっきも言いました、銀行にお金を返す、後で銀行にお金を返しますから、債務を弁済する能力がどれくらい会社に備わっているか、そこをちゃんと銀行さんに伝えていかないと、これぐらいお金を返すことができますよと。銀行からお金借りてますから、後で銀行にお金を返すんですが、その債務を弁済する力、それがどれくらい会社に備わっているかをちゃんと銀行に伝えていかないといけない。きちんと債務の弁済ができるかどうかの判断を行うための会計なんだというね。で、ちょっと次のページなんですが、で、計算構造と言われていて、13ページ目ね、13ページ目のところなんですが、この辺はいいですけどね。実態開示のための計算構造ということで、当期の、財政状態、経営成績を適正に表示するために会計を行うんだと。です。左の列は株主ですね、投資家で、投資家のことを考えたいので、財政状態、経営成績、あるいはキャッシュフローの状況なんか入れてもらってもいいですが、財政状態だとか経営成績だとかキャッシュフローの状況なんかを適正に表示するために会計というのは、ところが右の列というのは、銀行ですね、銀行から借金しているということなんで、と分配可能な利益はいくらあるのか、逆にというか見方を変えると分配できないものはどれだけあるのかということ、その境界線ですね、そこを明確にするということに主眼が置かれてしまうということで、繰り返しになっちゃいますが、前半で、さっき説明したように、例えば株主が怖いからといって「おい配当たくさんくれよ」なんて言われて「分かりました、じゃあ配当はじゃあいくら渡します」なんて言われたら困っちゃいますね。ですからたくさんお金を配当しちゃうと誰が困るかというと銀行が困っちゃう、銀行ですね、債権者が困っちゃいますからね、お金なくなっちゃうと。だからそうならないように分配可能な利益はいくらですよということを計算上明らかにするということをやるんですね。で、これ今日は勉強しないんですが、処理規定ということで、これちょっと次回になりますが、企業会計原則、仲介もあるんですが、企業会計原則という処理規定があります。で、これ次回勉強しますけど、企業会計原則というのは、仲介も含めて、これは法律ではないんですね。法律ではないんですよ。ただいくつかというか、ルールが載っているという企業会計原則という法律ではないんですけどね。ただちょっとだけ少し頭の片隅にでも入れておいてもらいたいんですが、この左の列は、金融商品取引法の、会計なんですが、その金融商品取引法という会計と企業会計原則というのはつながってますよというね、つながってるんだっていうことですね。でちなみに表示に関してもこういう言葉は、あまり覚えなくていいんですけどね、別にたまに回答に書く機会ないんですが、財務諸表等規則っていう言葉が出てくることがあるんですよ。あまり覚えなくていいですけども、これは財務諸表の表示に関するルールが書かれているものなんですね。財務諸表等規則ということで、表示です、表示に関する規定なんですね。でただこの左の列は金融商品取引法会計というものなんですね。でこれと企業会計原則だとか財務諸表等規則っていうものが、関連すると。で会社法は会社法でちょっと違うんですよ。会社法施行規則とかでね、規制というものがあるんですね。ということで、ちょっと会社法ですね、会社法と金融商品取引法というものは若干ちょっと違いがあるんですよってことですね。では最後なんですが、ちょっと今日最後に会計高順論という内容を説明して、今日は一旦ちょっとおしまいにしたいと思うんですが、で会計高順も過去の経験から言うとほとんど出たことないです。ゼロってことはないと思うんですが、鑑定士の試験で会計高順が出るってことはまずないと思うんですよね。だからあまりやらなくてもいいんですけれども、ちょっと下がっていただいて、これから説明しますが、会計高順というのは会計という仕組みを考えるときに、飛び箱でいうと一番下のところが会計高順。例えば皆さんが子どもの頃でね、飛んだことがあると思います。飛び箱です。飛び箱でいうと一番下が会計高順なんです。要するに一番下の基礎になって土台として支えているものが会計高順で、上に上がれば上がるほど具体性が増すという感じです。会計高順に基づいて会計原則、会計原則に基づいて会計の具体的な手続きが決められて、だんだん上に上がっていくと、飛び箱の上に上がっていくと具体性が増していくんだみたいなね。でちょっと今日最後に会計高順、一番基礎になって支えているものなんですね。でちょっと一旦下がっていただいて、ただ一応ちょっと短い文章なんで、ここは定義は覚えてほしいなということで、実践ですね、実践にしておいたんですが、会計高順ということで、企業会計が制度として成立するための基礎的前提ないし過程を言うんだということですね。要するに基本的な前提なんですよ、会計高順って。だから3つあるんですが、当たり前のことです。会計というものが制度として成り立つときに、だからこれから最後当たり前の話をしますんでね、基礎的な前提なんだと。で3つあるんですが、企業自体の向順、継続企業の向順、開閉的企業家の向順、ちょっと次のページで説明しますね。3つの会計向順というものがあるわけですね。でまず企業実態の向順ということで、14ページですかね。で企業実態の向順、この辺はちょっと実践にしながら、多少自分の表現でも構わないんですが、企業実態の向順というのは、企業会計上企業という経済主体をその所有主とは別個独立のものと見る考え方を言うんですよ。つまり企業というものをその所有主で、株式会社でいうと株主のことなんですよ。ですからこの企業というものを株式会社というふうに考えれば、所有主っていうのは株主のことなんですね。だから企業という経済的な経済主体というものを株主です。株主総会で、株式会社で株主なんですが、株主と企業というお互いの存在を別個お互い独立した存在として見ていきましょうねというのは企業自体の構造なんですよ。で、なんでそんなことするんですかということなんですが、ちょっと一旦下がっちゃいますが、要するに企業があって、その企業の実質的な所有者だって言われちゃうんですよ、会社株主というのは。で、企業ですね。企業というのは所有主株主とは別個独立した存在として見て、この企業というものを株主とは別個独立した存在としてこの企業というものを捉えていこうと。で、そのことで例えばトヨタ、一番有名な会社だと思います。トヨタ、例えばこれはトヨタ自動車です。これがトヨタの株主です。トヨタ自動車という会社とトヨタ自動車の株主ですね。この2つの存在を別個独立した存在として見ていきましょうね。だからトヨタの資産は何兆円とかね、トヨタの負債が何兆円とかって、そういう表現って普段我々使ってると思うんですよね。そんなの先生当たり前じゃんと。その当たり前だと言われているのがこの構順があるからなんですよ。企業実態の構順というものがあるから、それを我々が当たり前のようにですけど、企業の資産でね、例えばトヨタでもいいんですが、トヨタの資産が何兆円ありますよとか、トヨタの負債が何兆円あります。それはこの両者の存在を分けて考えているから、そんなことが言えるということですね。で、もうちょっと言うと、なんでこれ実質的なって言葉をつけるのかというと、実は企業というのは一つ一つが必ず名前があるんですね。例えばトヨタ自動車とか名前があるということで法人格を持っちゃってるんですよ。だから企業というのは法人格があるわけですから、それ企業一つ一つが権利義務の帰属主体になっちゃうんです。だから企業というのは誰のものかって聞かれても誰のものでもないんですよ。企業は企業のものとしか言えない。要するに権利義務の帰属主体になっちゃいますけどね。ただ株主という存在がなければ企業という存在もないわけですから、だから実質的には企業という存在は株主で成り立っていると見るので、実質的には企業というものは株主のものなんだって見てるんですよ。だから実質的にはって言葉つけてるんで、形式的にはこれ法的には誰のものでもない、企業というのは誰のものでもないんですけどね。ただ企業というものは法的には権利義務の帰属主体になっちゃってるわけですから、誰のものでもないんだけれども、株主がいなかったら会社というのは成立しませんから、会社の実質的な所有者というのは株主なんですよ。でもこのお互いの存在をビリビリビリと真ん中で区切って、別個お互いが独立した存在として考えていきましょうねというのが企業実態の構図。そのことで企業の資産がいくら、企業の負債がいくらという表現を我々は普段日常的に使ってるんですね。ですから、企業実態の構順とはということで、会計において計算を行うためには、その前提として会計の対象を特定の個別経済主体に限定しなければいけないんだと。要するに企業というものはもう、会計の対象ですね。ごめんなさい。会計の対象というのは今これトヨタということで、特定の個別経済主体、これは例えばトヨタのことで、このトヨタという企業に限定して今会計というものを考えるんですよっていうことですね。そういう話です。ですから当たり前のことなんですけど、当たり前のことを深く説明しているというだけなんですけどね。ですから企業実態の構順ということで、企業がやってる会計なんですが、企業という経済主体をその所有主とは別個独立した存在として見ていきましょうねと。その方がいろいろと都合がいいでしょっていうことなんですね。はい、で、あと2つ目なんですが、継続企業の構順、会計期間の構順で、ちょっと一番下ですが、継続企業の構順ということで、企業が継続しないという反証がない限り、反証があれば別なんですけど、反証がない限りは会計上の評価や処理は全て解散や清算を前提としない継続企業という立場から行われる。もちろんですね、もううちの会社実はもう、来年倒産しますと、もう決まってますと言うんだったら別なんですよ。ですからうちの企業はもう来年倒産すると来年はもう潰れますよってことがもう分かってるんだったら別なんですけれども、継続しないという反証がない限りはずっとですね継続しますよって考えて会計をするんですね。ですから、極端なことを言うと100年後でも200年後でも300年後でも1万年後でもですね、ずっと会社を継続するという前提で会計というのは考えます。ところがちょっと次のページ、ね、ところがちょっと一つ問題があって、そうすると次のページですね、そうするとですね、例えば100年後も200年後も300年後もね会社で続いていっちゃうんですよ。だそうするとですね、ちょっと15ページ目のところですが、継続企業の好循ということで100年後も200年後も会社が続くんですね。そうやって考えてるんですね。そうすると永遠に継続すると仮定されちゃうため、企業の財政状態、経営成績やキャッシュフローの状況なんかをどのタイミングで公表するかって公表しないといけないですからね。とどこのタイミングで公表するかと、そこが問題になっちゃうんですよ。だから期間というものを人為的にということで、人為的に期間を区切って報告をしないとダメですよということになるね。だから継続企業の好循というのは100年後も200年後も 100万年後も、ね、もうとにかく永遠に会社の存在が続くと考えますからね。ということはどこかのタイミングで区切ってもらって、で人為的に会計期間を区切って、そのタイミングで我々投資家に向けて報告をしてもらわないと困っちゃうわけです。ですからちょっと下がっちゃいますが、企業会計は企業活動が将来いつまでも継続することを前提として会計というのはやるんですね。行われています、企業会計は。ただそうすると繰り返しになっちゃいますが、100年後も200年後も300年後ずっと会社が続くと考えてますんで、といつまでたっても会社の活動結果を報告することができなくなっちゃうんですよ。だからどこかで人為的に強制終了をかけないとダメだということになっちゃうんですね。で人為的に強制終了をかけて、ここで例えば4月から3月の1年間だったら、ここで決算、いわゆる一般に決算と言われるんですが、ここで一旦人為的に強制終了をかけます。で決算をやって、このタイミングで活動結果というものを報告するということになるわけですね。でこれが継続企業の好循。継続企業の好循というのは、言葉自体はですね、ずっとですね企業活動がいつまでも継続しますよということを考えたものが、説明したものが継続企業の好循です。ただそうなっちゃうと、どこで報告してくれるんですかっていう問題が起こってしまうので、それに対しては人為的に区切って報告しますよっていうことになるんですね。はい、あと最後3つ目の会計好循なんですが、貨幣的評価の好循ということで、貨幣的評価の好循というのは企業会計における測定尺度として一般に貨幣数値が用いられるという前提。例えば土地を持っているとします。会社が土地を持っているときに、我々投資家に報告をするんですが、その時に土地なんて何平米というのは、皆さんの方が専門的なんでしょうけどね。例えば土地何平米とか広さを言われても我々困るんですよ。なんで困るんですか？だって評価分かんないから。ですから広さでね、土地の広さなんか説明してもらっても困っちゃいますから、広さじゃないんですよ。我々投資家が知りたい。我々投資家で、ね、株の売買してますけど、我々普段から株の売買してますから、株の売買してる人の立場から見ると土地の広さなんて説明してもらっても意味がないんですよ。そうじゃなくて、いくらの価値があるかを言ってもらわないと。だから貨幣数値というものを使って測定尺度としては、その広さの測定尺度ではなくて何円という円で表示をしてもらわないと、我々投資家は分かりませんよと。だから例えば土地に関して何平米なんて広さを測定表示するんじゃなくて、何億円の土地を持ってますよって言ってくれた方が、我々投資家から見ると非常に有用だということね。でさらに言うと、だから測定尺度としてはお金を使うということなんですけれども、そのですね、さらにと、ですね、貨幣的評価の好循でもそういうこと、何円で表示をしてくださいね、測定尺度としては円で、円を使ってくださいねみたいなことになるわけなんですが、ということは、見方を変えればお金で測定できない事象はこれ会計の対象に含まれないことになっちゃうんですよ。これ何の話をしてるんですかってことで、ちょっとここに書いてあるんですが、例えばうちの会社ですね、うちの会社月曜日朝礼を開いて、社長が従業員に対して、朝ね、大体社員を集めて朝礼開くんですが、ちょっとモニター切り替えちゃいますけどね、例えば朝朝礼を開いて、月曜日の朝ですね、で私が例えば会社の社長です。で、もうそろそろ年の瀬も迫ってきて、1年間ご苦労様でした。山下君は大体頑張ったね。山下君は大体君は1億円ぐらいだな、価値としては。水谷さんは頑張ったね、1億6000万円ぐらいかなと。おかしいですね。従業員に財産的な価値なんていうものを認めて、それを例えばうちの我が社のここに集まっている従業員が我が社の財産ですよなんていうことをいくら言ったとしても、人に対して、従業員に対してお金で測定できないんですよ。だから従業員の財産的な価値なんていうものは会計上認識することができないと。要するにお金で評価できませんから、さっき言いました何円ですね、円で表示をしていかないといけないので、そんな状況の中で従業員一人一人を財産として認識できますかといったらできないということなんで、だから従業員の価値みたいなものはお金で測定できないことになるので、結果としては会計の対象には含まれないという、あくまでもお金で何円ですね、何円っていうふうに測定表示できるものでないと会計の対象には含まれませんよということになるわけです。で、はい、なんでかって言ったら、例えば株主に配当するときですから、税金も税務署に払うんですが、全部これお金で金銭で払うので、とにかく何円というものをベースに、会計というものを考えていきたいですね。それから、ちょっとここには書いてないんですが、我々投資家のことを考えたとしても、やっぱり円で表示をした方が分かりやすいんですよ。ですから例えば土地という財産、資産なんですが、土地という資産に関して広さですね、広さを表示してもらっても分からないんですよ。そうじゃなくて何円という表示をしてくれた方が我々投資家から見ても分かりやすいですね。それから、株主に対して配当を払うということ、分配ですね、これも金銭です。だから税務署に行って税金を払う、これも金銭です。だから基本的にお金ですね、お金で動くことになるので、何円という測定表示をする際にはお金で測定表示をした方がいいですよということですね。ということで、ここまでが3つですね、会計公準3つあるんだということで、覚えておいていただきたいですね。はい。で、ちょっとですね、すみません、あと5分ぐらい残っていますので、ごめんなさい、もうちょっとだけですね、次のページになっちゃいますが、16ページ目ね。会計主体論。で、この辺は、難しいです。これは非常に抽象的なんで、難しい内容になっちゃうんですが、ちょっとアンダーラインつけたところだけ簡単です。これだいぶ先なんですが、だいぶ先のところで、出てくる内容なんで、今そんなに深く理解する必要は全然ないです。で、資本の施設という説があって、企業という存在をどう見るか、ちょっと抽象的なんで分かりにくいんですが、企業という、存在ですね、企業という存在をどうやって見るかということなんですが、企業を出資者の集合体、つまり株主です。会社っていうのは株主が集まって会社ができてるんですよって見るのが資本の施設という考え方なんですよ。ですから出資者の集合体であると見て、資本主の立場から会計の判断を行うべきとする見解であって、企業と資本主の結びつきを重視するものであると。もうそれくらいです。とりあえず会社っていうのは出資者で、これが資本主みたいなことになるわけです。株主ですね。株式会社でいうと株主のことです。ですから株主の集合体と見てる。その株主の立場から誰がお金を出してくれたのか、出資者ですね。資本主と言ってもいいです。ですからこれが株式会社でいうと株主なんですよ。株主の集合体。つまり株主がお金を出してくれてるんで、株主のその立場から会社というもの、企業というものを考えていった方がいいですよというのが資本主説ということで、それくらいの理解で結構です。株主中心で考える。でこれはいらない下でね。で次のページでいいですか。でもう一つ17ページ目ですかね。で代理人説は使うことないですから、これは飛ばしていいです。で、ですね、起業したい説という17ページ目ですかね、真ん中下ですかね。起業したい説というのがあって、起業したい説というのは企業は出資者と別個独立で存在として見ると。だから企業と株主です。出資者、株式会社でいうと株主なんですが、これはお互いに独立した存在として考えていこうという。それだけでいいです。それ以外深掘りする必要ないですからね。だからさっきとの違いだけちょっと意識してもらいたいんですが、さっきの資本の施設の場合には企業という存在は株主の集合体だと見てた。株主の集合体と見てたのが起業主体説になってくると、株主の集合体ではなくて企業というのは株主と別個独立した存在として見ていこうというのが起業主体説なんだというね。はい、でその下はやらなくていいです、次のページもやらなくていいですからね、次の18ページ目ですかね、やらなくて結構ですからね。はい、起業大切、この辺はやらなくていいです。はいということで今日はここまでで、次回は次のページで、ね2番の一般原則第2章ですかね、第2章の一般原則から説明しますので、今日はここまでになります。18ページ目ね。でちょっとモニター切り替えちゃいますが、今日最後これはやらなくて企業大切ですね、やらなくて結構ですから、掛け主体論と言ったりするんですけどね、前のページですかね。起業主体説ですね、しばらく使わないんですけどもね、ちょっと後々出てくることがあります。この起業主体説ですね。この辺の言葉ちょっとアンダーラインつけておいたんで、軽くでいいです。この辺は絶対に深掘りする必要ないです。最近の鑑定士を見るとこういう抽象的な概念が出てくるってことはちょっと考えにくいんですよ。最近の鑑定士の試験は冒頭で言ったように空欄補充が出てきたりするね。空欄補充で、空欄補充って大概会計って基準があるんですが、その基準の中からの抜粋で出てきたりするので、これはこういうですね、ちょっと概念みたいななんですね、我々会計を勉強する人たちが概念としてこう深掘りしているような内容なんですね。こういうのは最近あんまり出ないんです。もちろん全然出ないわけじゃないんですが、あまり深掘りすると本当に深くなっていっちゃうので分かりにくいんですよ。この辺の文章は学者の人たちが考えている文章だから分かりにくくなっちゃうので、ちょっとこれくらいで止めていただいてですか、そろそろ今日はおしまいなんですが、今日はこの起業18ページ目ですかね、起業主体の、会計主体のですね、その辺のところまで説明しましたね。で、今後なんですが、次回以降もそうなんですが、基本的には、テキストをまず中心にやってた方がいいと思います。先生、効果系会計学って別冊としてあると思うんですが、あれはどっちかというとちょっと辞書代わりというイメージの方が強いです。辞書代わりです。で、どっちかというとこの今今日ですね、勉強してきたそのテキストの方で、アンダーラインがついたり、それから実践ですね、実践でアンダーラインがついてたり、点線で点点点点、あの辺を中心に勉強していった方がいいです。でその辺を、冒頭で言ったようにいきなり全部理解するということではなくて、ある程度で抑えちゃう。でもう多少分かんない言葉とかちょっと難しいなという概念出てきても、もうその辺はすっ飛ばして先行っちゃった方がいいです。今日の冒頭でお話をしたかなと思うんですが、会計は後になってまたいろんな言葉を理解していくことになってくるんですが、後になって使う言葉が前に言葉として先に出てきちゃうことってあるんですよね。だからどうしてもなかなかですね、一個一個の概念とか言葉をですね理解しながら前に進もうとするとすごく時間かかってしまうので、まずは、あっさりめにですね、勉強しておいた方がいいかなと思います。で、徐々に特にアンダーラインつけたところは正確に覚えるということで、効果系会計学はちょっと今横に置いといて、まだその見る時期じゃない、効果系会計学を見る時期じゃないかなと思います。余裕あったら見てもらっても構わないですが、でもしやるんであれば、効果系会計別冊の方はA ランクとか AA ですね、A が2つくっついてるの、あと B ランクとかありますので、AA とかその辺だけちょっとさらさらっと見ておけばいいのかなと思います。徐々に精度を上げていくという勉強スタイルの方がいいですから、いきなり学習の初期の段階から精度を高めるというのはやめた方がいい。そういう勉強のスタイルだと消化不良を起こしちゃったりしますし、なかなか前に進まなくなっちゃうので、徐々に精度を上げていくというスタイルで、なんとなくでいいです。なんだったらもう電車の行き帰りの立ち読みでもいいですから、なんかそんなこと説明してたら、本当そのくらいの理解でも結構ですけどね、徐々に精度を高めていけばいいので、まずは今日勉強してきた内容、アンダーラインつけたところを中心にさらさらっと復習してもらえればいいかなと思いますね。しっかりと、復習の方はするようにしておいてください。予習はいらないですからね、復習だけするようにしておいてくださいね。はい、ということで、今回第1回目の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。